皆さんこんばんは。2017年9月の22日、0時32分です。夜中ですね。よろしくお願いします。お疲れ様です。なんか、ふわっちの不具合が昨日続いてたんですけど、今日から復帰したっていうことで、運営さんからご連絡いただきました。はい、海保こんばんは。お、サムネのバグは直ったのかな？海保表示されてるってことは。お疲れっす。なんか面白いことありました？皆さん、画期的な何かはありましたか？今日はよく寝たよ。爆睡に次ぐ爆睡で22日だから放送やってないもんね。さっきステコロの試合見てた。おお、どうだった？何、誰の試合見てたの？ステコロ懐かしいよね。あれだもんね、海保入院してたから見てないもんね。あれはなんかね、結構評判良かったっすよ。感動しただとか、感動してないとか。なんか石野がね、珍しく良かったっすよって言ってたぐらいだから、あ、珍しいなと思って。石野そういうこと言わないからね。石野が感動したわーっつってた。お団子ありがとうございます。矢野ラッキーさんありがとう。あ、俺の試合見てたんだ。強かったよ、テルチャンピ。練習した成果全然出せなかったかな。悔しかったよな。はい、ワード2。矢野さんいらっしゃい。いや、悔しかったよね。悔しいっつうかね、なんかよくね、リングの上がどうのこうのとか言われるけど、あれの意味がよく分かったね。生き様がよく出る。本当に。判定惜しかったっつうか、あれはね、もう負けた瞬間っつうか、試合がカーンと終わった瞬間に、あ、負けだなっていうのは分かったね。だから、悔しいとかはなかった。もう、ゴングが鳴った瞬間に、あ、負けだなっていう、なんかこう、俺の勝ちだろうっていうのはなかったね。これは負けだわっていう。手数が少なすぎなんだよね。なあ、まあまあ、ひどい試合でしたよ、本当に。殴り合いを経験してないからね、本番の強さとか心の強さがもろ出るよね、ああいう競技っていうのは。本当にもろに出る、生き方がもろに出る、性格っていうか。いやー、ダメだったね。だからね、結局ね、俺のパンチがかすったっつうか、当たったかなっていうの2発ぐらいしかなかったんだよね。蹴りも手応えなかった。テルの蹴りはね、バンバンもらってたけど、で、テルのパンチもね、実はね、2発ぐらいしか当たってない。1発いいの入ってんだけどね。1発だけいいのもらってんの。だから、顎外れたっつうか、顎ずれたんじゃねえかな、みたいな。噛み合わせずれたんだよね。1発だけ。バチンって入ったのは。でも、そのパンチ、でも、テルのパンチでは倒れないとは思ったね。よっぽどうまく当たんないと。だから、蹴りがめちゃめちゃ強いの、あいつ。蹴りは本当に、あ、これもらい続けたらやられんなと思ったよ。蹴りはすごい嫌だった。体重差があるからパンチは軽かったね。カウンター取られたらまあ負けてたかもしれないけど。まあでも素人を殴り合いっつったらあんなもんでしょう。難しいよな。あんなもんっすよ。
あれはでも一回経験した方がいいよね。次に出るときは蹴りの練習もしないとね。してるわ。蹴りの練習してるわ。やってた、やってた。蹴りの練習全然してたよ。おい、久しぶり。あや、全然来なかったよね。いや、この前ね、カオスに「お前あやとできてるだろう」っつったよ。 大体あやが俺の放送来なくなるとき、男できたときだから、カオスお前あやとできてるっつった。「できてねえわ」っつって。 あ、そうなんだっつって。あやとカオスできてると思ったわっつって。 アイテムありがとう。忙しいの最近。ぶっちゃけパンチと蹴りどっちが効く？あのね、ぶっちゃけパンチと蹴りどっちが効く？そんなわけない。俺ね、結構、あやね、カオスのことタイプなんじゃないかなっていうのは俺の中であったんだよ。俺結構そういう感あるから。そんなわけないんだ。パンチと蹴りっていうか、威力で言ったら、蹴りの方が3倍重たいって言われてんのね。だからパンチが多分普通の人だと200キロとかその辺前後なの。もちろん K1 ファイターとか1トンとか出るよ。でも普通の人200キロ、300キロとか。強い人で300キロとかの。でも蹴りは700キロとか出るから。忙しいんだ。そっかそっか。大変だな。だから、その蹴りの方が重たいのね。だけど、その、効くっていうかさ、なんつうんだろうな。だから、痛いのは蹴りですよ。で、パンチも痛いよ。あ、でしょう、カオスタイプでしょう、顔。ああいう顔好きでしょう。俺はそうだと思う。だから、その、なんつうんだろうな。パンチの場合だと、パンチも蹴りもなんだけど、ガードしてたら痛いけど、耐えられるの。だからね、結構テクニカルなんだよ。その、顎をかすめなかったら、顎をボンって入ると、脳震盪でやられるのね。クイッと。これ。だから、実はパンチの重さよりも、その、隙をつくスピードだったりとか、タイミングだったりが重要だから、運動神経いいやつの方が多分有利だとは思った、格闘技。パワーが重たいタイプよりも、上手い人の方が、強いんじゃないかっていう、テクニックがある人。反射神経がいいとか。俺、運動、まあ、見ての通りじゃん。まあ、きついよね。
運動神経ゼロだから。あとはもう根性だよな、本当に、本当に根性だと思う。根性あるやつは強い。まあ喧嘩だよな、平たく言ったら喧嘩だよな。素人同士の殴り合いなわけだから喧嘩ですよ。お疲れ様です。どうもどうも、こんばんは。匿名さんありがとう。匿名さんありがとうございます。アイテムありがとう。楽しんでってね、匿名さん。解放はもうちょい有名にならないと出れないだろうな。今のままじゃ出れないだろうね。のんちゃん元気だよ。元気元気。ねえのんちゃん。うん。もし次やると、次出れる機会があったら、ちょっと本当にもちょっとこういう風にやりたいみたいなのはあるけどね。まあやる、もうステゴロ2が開催されるのか、それとも出れるのかっていう2段階構えで難しいからね、俺の場合。クモン竜は出させてもらえるんじゃないかな。お疲れっす、キッドだ。お疲れ。仲良しだね。あ、過疎だね。一時一応勢いあった。いくつぐらい？俺こんなもんだよ。あ、お茶ちょうだい、のんちゃん。昨日不発サーバー障害あった。今復旧。あ、あの運営さんから連絡来たよ。あのベータ版が原因だったらしいから、ベータ版全部外したって。昨日は放送できなかったね。 YouTube ばっかりやってたね。まったりしてるっていうか、だいたいその1日の枠始めはかそるのね。で、入れ替わりで閲覧200は安定するから、俺の場合は。だいたいオープニングこんなもんだよ。で、みんながやめていって、俺のところに集まってくるって。みんな他の人も見てるわけじゃん、このゴールデンタイムだと。だからやめていって、俺のところに集まってくる。ありがとう、のんちゃん。だから、まあ、別に200になると思うよ。いや、常時200になるんだって。たまたま開始14分だからだよ。今日あの丸一日寝て枠始めだから来ないのよ。でみんなが、あ、この放送終わったからワドのところ来ようっていう。でずっと居つくっていう、毎回そうだからね。だからもう毎日毎日枠始めに過疎だねって言われても、もうこいつらバカなんじゃねえかなとか思うんだよね、本当に、増えてくっつう。ありがとうございます、匿名さん。2倍だ。便所は来年ならやる。1で勝った時は出すみたいなこと言ってあげようする。あー、まあそう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 。勝った人は出場権あるっていうのは聞いてたから、負けた方には出場権ないっていう。だから俺はないんだよね。俺には出場権ない、確定はしてない。だから予選やるかもしんないから、そこで頑張ればとは言われたけど、ってことは2回勝たないといけないし、確約されてるわけじゃないから、ちょっと難しいよね。ただ捨て頃出たいのはあるかな、もしやるんだったら。ボクシングルールでやりたかったけどね。ボクシングルールはもうやらないって。
キックボクシングルールよりもボクシングの方が良かったかな。でもね、その俺とテルのやる条件っていうのは、テル側が蹴りありがいいっていうのが条件だったから。テルが蹴り得意なんだよ。実際強かったね、蹴りが。ボクシングは、頭にダメージ蓄積する。ボクシングもキックボクシングもしますよ。脳にダメージはいくのね。特にそのインファイターっていうスタイルは、レンジャーさんがやってたこういうスタイルあるでしょ。あれもうもらう前提のファイトスタイルなんですよ。それは脳にダメージいきますよ。いきます、いきます。全然クラックラするよ。それそうだよね、殴られるのがもう当たり前のスタイルなんで。本当はもらわないようにもらわないようにやるんだけど、スタイルがあるの。もうもらう前提で、そのヘッドスリップでここでもう受けるの、ここでもらいながらこう前に出るっていう。だから脳はやられますよね。ああ、10パー未満は当たり前でしょう。そういうレベルだと思う。まあ俺はアウトボックスできないと思うからね、インファイトしかないと思うけど。だから本当にパンチを強く出すとか速く出すとかよりも、その避けるとかもらわない技術、ガードをしっかり上げるとかの方が大事だね。本当に常にもうここにグローブがあって、この状態から構えがずっと、もうちょい上か、キックだとハイキックがあるか、もうこういう状態でずっとね、何分間も動けるっていう、これが大変なんだよ。動きながらだし、相手は殺す気でやってくるわけだから。辰彦も出れんのかな。辰彦どうなの、なんかプロとやるとか言ってなかった。いつやるんだろう、あれ。辰彦やったのかな。もう9月の22、辰彦見てみようか。辰彦の盛り上がんなかったよね。まだやってないのかな、試合は。辰彦のプロのスパーリング見たいなと思ったけど。辰彦はね、知名度、辰彦めちゃめちゃ強いけどね、北斗百裂拳みたいのできるんだよ。辰彦強い。あと光くんの強さが圧巻だったよね。光くん本番強え、マジで。会場大盛り上がりだったもんね。あれかっこよかったよな。ドレさんとやっで、いや、ドレさん勝てる、ドレさんと戦うっつってもな、どうやって勝てばいいんだろうな、あんなの。勝てないよね。本当に。だって俺パンチ一発も当たらなかったんだよ、結局。ドレさんスウェーバックがうまいのね。無理じゃないのかな。蹴りで倒れるとも思えないし。バット持っていいって言われて初めて五分五分ぐらいじゃない。 バット持っても勝てる気しないもんね。それくらい実力差あるから。
左手一本でもきついね。うん。左手一本しか使わないって言われてもきつい。もうリーチも違うし、テクニックもフィジカルも全部違うから。整髪料つけてますよ。ちょっと勝てるかって言われたら、難しすぎるっていうか、勝てる見込みがないね。あ、オープンフィンガーとかあんま関係ないかな。うん。面積が小さいから勝てるってわけじゃなくて、もう技術差が出すぎてるから、もう、なんだろう。無理だと思うよ。その競技で言ったら。バットから後ろから闇打ちしていいとかじゃないと無理だと思う。本当にそれくらい差がある。万が一っていうのがないぐらいの、全然もう話にならないぐらい。そりゃそうでしょ。例えばさ、何でもそうなんだけど、10年、20年ぐらいやってる人とズブのド素人と戦ってたら勝てないでしょ。安西さんとかと練習？誰が？わかんねえわ。だからどれさんに、その、素でそのリング上がって勝つっていうのはちょっと見えないかな。全然どうやったら勝てんのか攻略法がわかんない。まあやれって言われたら本気でやるけど、試合が決まったら。それこそだから、ドレさんは誰と次捨て頃やるのかってマッチメイク難しいぞ。誰とドレさんがやるのかって。あんなのチャレンジャーいないでしょ。ドレさんに俺勝てるって言ってる人見たことないもん。リスナーさんではいると思うよ。そのガチ勢のリスナーさんがはドレに勝てるっていうのはわかるけど、一応興行だからさ。生主の中から出ないとダメだから。フットサル呼ばれてるよ。うん。何、どうすりゃいいんだろうね。ドレさんは無理じゃないかな。だし、ドレさん側もやる気じゃないでしょ。ワドを殴って得ねえんだから。おお、2倍ありがとうございます。あ、お月見、ありがとう、バーがこんなにたくさん10個も。そうそう、ありがとう、いつも。この前ありがとうね、YouTube ライブで5000円も投げてくれて。ありがとうございます。人と同じことやっても無理でしょ。人と同じことやっても稼げないと思うよ。そういう、そりゃそうでしょ。どの世界でもそうでしょ。だからね、何をやるのか真似ても意味なくて、誰がやってるのかなんだよ。自分のファン次第だと思うよ。ドレさんの対戦相手誰だよな。まあドレさんの試合は楽しみかな。まあだからドレさんを追い詰める人が現れてほしいっていうのはあるけど、無理じゃね。むしろね、みやびさん結構いい結構ガツガツいってたからね。もうワンパン狙ってね、一発逆転で。今生活保護、生活保護が理由でアパートを2年契約更新できないとかありますか？入居した時は仕事してまして、今は生活保護ないと思うよ。それ生活保護だからっていう理由でアパート出てけって言われたら裁判で負けるから。アパートの家賃いくらっすか、ひかりさん。アパートの家賃次第じゃん。その区役所側が出てけっていう可能性はある。今日の CD アイテムありがとう、ワドツ。だから高すぎるっていう理由で、引っ越してくれって言われる理由あるけど、不動産屋側が断る理由ってないと思うから、家賃がその生活保護の規定内かどうかだと思う。多分ね、区役所側が引っ越してくださいって言うと思うよ、家賃が高すぎる場合は。毎回思うけど、家賃が高い、家賃の意味が分かんないよね。
本当に金持ちが金持ちで居続けるためだけの理由、なんつうんだろう、儲かる道具だから。日本は家賃高すぎるようなイメージがあるな。いいこと、いや悪いこともいいこともあるでしょ。49,000円、ああじゃあ大丈夫だと思うよ。あ、だったら出てけっていう理由はないと思うよ。っていうか生活保護だって不動産屋にバレなくないですか、うん、ちゃんと払ってれば多分大丈夫だと思いますけど、不動産屋に生活保護ってバレるめねところがないと思うんで、だったら大丈夫じゃない。不動産賃貸は生活保護大歓迎だったり、ああするする、うん、だって取りっぱぐれがないから、うん、国が払ってくれるようなもんだから、そういう物件もありますね。入居にかなり厳しい管理がある人なんで、いや不動産屋に聞いてみれば、まあ、俺がもし出てけって不動あ生活保護だから出てけって言われたら俺は普通に訴えるけどね、ふざけんなっつって。ただ俺は不動産屋じゃないから分かんないよ、俺は分かんない。今雑誌やメディアでやたら不動産投資を紹介してるけど失敗してる人はたくさん出てきそう。俺ね不動産ダメになると思ってんの、東京とかその主要都市以外は。なんでかっていうと人口が減ってるって土地が余ってるわけでしょ、だから家賃は減ってくんじゃないかっていうか、俺がそれは俺はそう読んでるかな、安くなってくんじゃないかっていう。安い物件にどんどん移動すると思うよ、安い物件が流行ると思ってる。だからね、東京とかその一部の路線がいいところ、人が集まるところっていうのあるから、そこは高騰していくだろうけど、地方とかがどんどんダメになっていくだろうね。家賃収入はね価値を生まないからね、何も生産性の向上はないじゃん。まあ大丈夫だと思いますよ。うん、空き家多いよね。睡眠導入剤2種類と睡眠薬2種類、合計7錠飲んだけど寝れない。ハイボール、あ、ダメ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 。ハイボール350開けた。まずいかな。ちなみに飲んでるのはハルシオンデパス。あ、ダメダメダメ。そういうのはオーバードーズだよ。死にはしないけど、ダメ、ケイちゃん。ダメ。それは処方箋飲むの規定オーバーだから。さすがにオーバードーズとは言わないけど。うん、ギリギリオーバードーズだね。普通の人からしたらオーバードーズだよ。ダメだよ。しかも酒飲んだらダメ。寝れないところ時はここおいで。そういった不動産投資などで銀行から融資してくれる人がたくさんいて失敗してるみたい。今後銀行側も審査かなり厳しく、まあなるだろうね。うん。だから不動産投資で建てても人が入居者がいないっていうか、うん、昔はね不動産安泰だったけどね、だんだん厳しくなると思うよ。人間らしさなくなってきましたか。いや生活保護、人間らしさっていうよりもなんかその友達とかから誘われても飯食いに行けなかったりしたんで結構辛かったんですね。仕事もなかなかつけなかったんで。でも頑張ってればね、何かしら大丈夫、切り抜けられるから、あんまりその生活保護に負い目に感じなくていいよ。日本で空き家率低いのは東京と沖縄ぐらいだろうな。あ、沖縄結構増えてるんだ。入居あるんだ。知らなかった。ダメよ。うん。地方は安くなってくる。むしろ固定資産税もかかるくらいないらない人が増える。だけど自治体も固定資産税上昇も減るし、寄付も受け入れない。固定資産税なんてね、だから実は賃貸借りてる方が実は有利だったりするんじゃないかっていう議論もあるぐらいだからね。
家買うっていうのが実はそのデメリットの方が大きいんじゃねえかっていう。ホリゾン注射が分かんないね。ごめんね、ケイちゃん。でも明らかに飲みすぎだよ、それは。薬は。7錠は飲みすぎ。多分、覚醒しちゃってんだろうね、今。佐野壊れた。佐野が壊れてない時ないでしょ。鶴の神さん、煽ってるよね、鶴。今、どこでやってんの？シャンマ。キャス？多額の借金を自己破産した場合、その借金は誰が責任持つの？国？自己破産した場合、借金を誰が責任持つ？いや、全然ポポさん、議論が違くて、例えば、だから民間の会社でしょ。だから例えば、銀行がお金を貸しました、自己破産しました。返せなくなるから銀行が負債を背負うことでしょ。国が負債背負うわけじゃないでしょ。国は返還する、立て替えるわけじゃないから。だから返済義務を負わなくていいことになる。沖縄は子供の数多い。へえ、あ、そうなんだ。正直朝から夜まで働いてても生活保護の受給額と大して変わらない。でもそれでも仕事した方がいいと思いますか？思いますね。経験上思いますね。得か損かっていう問題じゃないんですよ。うなちゃんマン今ふわっとしてる？ああ、俺ブロックされてんな。うなちゃんマンの放送見れねえや。残念だけど。俺の携帯電話取って、のんちゃん。なんでさ、まあ俺のことブロックしたんだろう。ちょっとよくわかんないよね。見てみっか。のんちゃんありがとね。いや、知らないっすね。石野がホームレスになったかどうか。別に壊れてるつうか普通の放送じゃないの。精神安全剤の筋肉注射、人によっては肩だったりお尻だったり点滴だったりするけど、自分は点滴じゃ効かないらしい。ブロックされてるよ、俺。もうずっとブロックされてるよ。だからログアウトしないと見れないんだよね。めんどくせえ。100万円の自己破産も1億の自己破産も一緒？一緒でしょ？一緒でしょ。っていうか自己破産があるからその自由経済が成り立つんだよ。だから日本人資本主義向いてなすすぎるんだよ。自由にやっていいですよ、自己責任があるです、ありますよって、その代わりガンガンやってくださいねって促すための自己破産なんだよ。だから自己破産イコール悪いことだっていうのがちょっとよくわかんないっつうか、ホリエモンもそれ言ってるんだけど、そのリトライできるようにしてるんだよね。なんでなんだろうね。よくわかんないけど。嫌いなんじゃないの、俺のこと。スカウトの社長で年収億とかいるんですけど、世の中ほんと理不尽に感じる。え、なんで理不尽なの？その人が頑張って能力高いだけじゃないの？それは他人が羨ましいっていうだけじゃないの？別に、なんだろう。
頑張って稼いでる人がいて、なんでそれを蔑むのか、光さんよくわかんねえわ。その人が優秀で、その人が頑張ってるから、その人の収入が多いだけじゃん。それと自分が生活保護なの、どこが理不尽なのか、ちょっと論理的、なんつうんだろう、あんまり整合性がわかんないんだけど。なんでかわかんないわ、それは。闇金は違法だから返済しなくていいのは間違いですか？まあ間違いではないけど、やられるよね。闇金の人も闇金の人で、それ腹くくってやってるわけだから、ね。だから、その、無法には無法で来るでしょ。だその覚悟が、だからもう、拉致られたり殺されたりしてもいい覚悟があるかどうかじゃん、自分に。女の働いた給料の 10% で、自分は楽に大金を稼げるから、サラリーマンとかはバカらしく。なんつうか、ごめんね、別に立てつくつもりないんだけど、なんでそっちの方がいいと思ったらそれをやらなかったの？光さんがそれをやらなかっただけであって、なんつうんだろう、その人はその人でトライをしたわけじゃん。そのリスクを背負って、で、頑張って成果が出て儲かってるわけじゃん。別にその人悪くなくない？この人は別に頑張った分だけ働いて収入を得てるだけだから、ここ閉めて、のんちゃん。ここ、カーテン。のんちゃんの顔映っちゃうから。映っていいんだったら閉めなくていいけど。逆。どっちでもいいけど。どっちにする？大丈夫、慣れたら飲めるから。そう、選択する自由があるわけだから、別に光さんが私はスカウトになれなかったって言うんだったら、なんつうの、世の中不公平だって言うわけだけど、別に光さんは職業選択の自由があるわけだから、自分がこれだって儲かると思ったものを選べるように社会はできてるから、別にそのスカウトの社長が羨ましいってだけにしか聞こえない、俺は。正直別に儲かる仕事なんかいくらでもあるわけだから、儲かる仕事やればいいのに。なんかこう、できないこととやらないことをごっちゃにするとダメだと思うよ。
20代の若者が和道さんにお金がたくさん欲しいです。どうすればいいですか？と相談されたらどうアドバイスしますか？働けっていうかな。で、俺は結構そういう相談めちゃめちゃ受けてたんだけど、お金を手にして何がしたいのかの方が重要だよっていうのと、そのただ金が欲しいっていう理由がわからないっていう話をよくしてたかな。チャレンジをして成功した人間がずるい、社会は変だっていうのは、そう、羨ましいだけだっていうふうに俺は認識しちゃう。自分もやれば。スカウトやるには人脈やイエローコイン、何をされても動じない鋼のメンタルが必要。自分はそれができない。できないのかやらないかだよ。できないのとやらないのは違うから。で、ひかりさんはやってないだけだと思う。理由をつけて。で、これ、すごい重要な議論で、なんでこういう言い方をするかっていうと、その、やらない理由をつけてるだけの人っていうのは、何に関してもやらないだけなの。ずーっとやらないことをやらないのね。で、良くならないんだよ、自分の人生が。で、ひかりさんは自分の人生良くした方がいいわけだから、なんか、他人のことを文句言っても自分の人生良くならないよ。もったいないよ、だから。いいと思ったらやるっていうのが一番いいと思うよ。例えば生主とかもさ、働いてないで羨ましいとか、お門違いなこと言われるんだけど、羨ましいならやれよって思うの。でも俺喋れないからとか、顔出しにはリスクがあるとか、いろいろ言われるんだけど、俺らはそのリスクを取ってやってるんだっていうさ、そう、リスクを取らないで何かができるって思ってる方が俺は不思議だよね。そう思わない？だから他人が羨ましいだけなんだと思う。で、その生き方は辛いぜ。たくさん人に会うと何かしらチャンスは増えるため成功しやすくなるとは思いますか？思いません。情報が増えるだけです。だからたまにいるの、人脈コレクターみたいな起業家が、俺は何々さんと知り合い、俺は何々さんと知り合いってずっと言ってて、自分は全然何もできてない人っていうか。人に会うことも重要なんだけど、人脈も重要なんだけど、自分のコンテンツ持ってないと厳しいと思うよ。今ってインスタとかで豪遊してる世代見ると正直羨ましい。まあ、それはわかるかな。羨ましいっていう言い方をするんだったらわかる。で、その後ひかりさんがどうするかだと思うよ。俺もそっち側になるっていうふうにやるのか、いや、俺には無理だって言い続けるのかっていうだけだと思うから。で、せっかく生まれてきて1回しかない人生生きてるんだったら、トライした方がいいんじゃねえかなっていうのが俺の考え方かな。自分が最高だと思う生き方をこう手に入れるために頑張り続けるっていうのがいいんじゃないっていうのが俺の考え方。ZOZO タウンの前澤社長、41歳、千葉県出身も。バンドマンだね。自分でリスクを負って会社を起こす選択肢、今は個人資産3000億以上らしいね。すごいよ。だから、ZOZO タウンの工場、幕張だったかな？どっか忘れちゃったの。千葉にあるんだけど、多分幕張だと思うんだけど、音楽ガンガンにやって、バスケットボールとかやりながら総工業やってたからね。今はそんなことやってないだろうけど、ベンチャーの時結構有名だったよ、昔。あそこすげえ会社だよねって。みんなイケイケの従業員で、そう、音楽ガンガンに流しながら、仕事がない時みんなでバスケとかスケボーとかやってんの。まあ今はやってないだろうけど。何かをチャレンジするためにどんなことをきっかけとして見つければいいと思いますか？いや、ワクワクすることをやった方がいいっていうのは講演会でよく話してたかな。どんなことでも長く続けることが最低条件だから、人よりも卓越するっていうのが。で、好きなことを見つけるっていうのが大事だよっていう話はよくしてた。で、好きな人が見つからないっていうんだったら、その、いろんな人に話を聞いたり、いろんな世界を見たり、もう本当に、それは本来10代のうちにやるべきことだと思うんだけど、映画を見る、人と会う、職業見学に行くとか、もうバン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 アクティブに動いていかないと、自分の物差しはでかくならないから。で、物差しの中から選べばいいだけだから。YouTube やってますよ、僕。YouTube やってますよ、光。
りさん。やってますやってます。昨日も16,200円いただきましたね。なんかさっきも言ったんだけど、できないこととやらないことを一緒にしない方がいいって。自分がやってないだけなのかできないのかって。で、人間に俺できないことなんかないと思ってるから、多くはやらないだけなんだよね。できないって自分で決めつけてるだけ。俺はそういう考え方っすね。はい、ワドツ。同じ人間なんだからできるっしょっていう。両爪でなんで編集しないの？配信者だからかな。あの、仕事になりたくないっていうか、その儲かるのが目的じゃなくて、俺は楽して稼ぐ。楽っていうのはそのだらけるとかそういう意味じゃなくて、楽しむって意味なんだけど、楽して稼ぐっていうのがテーマなので、楽しいことやって遊んだ結果金が入ってくるっていうのが目的だから、編集とかやり始めるとやりたくないことが入っちゃうから、その仕事になっちゃうから、だったら別に普通に働いてるのと変わんないじゃん。だからそのまま別に垂れ流してアップロードで、アップロードはスタッフさんにやってもらってんのね俺で、あのスタッフさんにお願いしますってアップロードしてもらって、でそこで利益が生まれるんならそれでいいと思ってて、苦しみを一つも作りたくない。もともと医療関係やって、これから政治と行政がえぐくなる。普通のサラリーマンじゃどうしようもできない。ん？何がどうしようもできないの？政治と行政がえぐくなることと普通のサラリーマンの話がなんかリンクしないかな。もしあれだったら、ひかりさん電話かけてきていいよ。あの、俺は悩み相談とか全然とつまちやってるから、うん。できないことイコールやりたくないにしてる人は多いと思いますか？いや、思うとかじゃなくて、普通の人が俺にはできないできないって言ってるだけで、やらないだけに聞こえる。さっきから言ってるけど。やらないこととできないことは、例えば俺が白人になりたいってできないことなんだよ。女になりたいとか。そう。これはできないことなの。物理的にできないの。だけど、その、できることってあるじゃん。例えば、その、助走をするとか。うん。だから、できないことを議論なのか、やらないこと議論なのかっていうのをごちゃごちゃにしてる人がいる。うん。だから私は太ってるから、モテないっていう人は、痩せないだけっていうか、モテないんじゃないと。原因が分かってるのは、痩せればいいみたいな。そういう考え方かな。具体的に言うと点数制なんですよ。リハビリが点数で上がるんです。つまり70点になっても健康で働けって世の中になると思う。ちょっとごめん、なんか議論がずれてる気がする。よくわかんねえわ。昼夜逆転生活で直したくて確認したら眠剤とか導入剤増やされて17種類、管理もやっと、なんでレゾロン増えてからやる気も食欲もなく続くと、うつとパニック障害になった自分が嫌で自暴自棄になります。ああ、うん、薬はどんどん耐性できてくから重たくなってくからね。まあ寝れないのは辛いよな。俺も寝れないの辛いもん。結構俺の場合はその睡眠障害と結構向き合ってて、普通の仕事ができないっていうのはそこがでっかいかな。あのちゃんと自分が起きた時に働いて、自分が寝たい時に寝れるっていうで寝続けられるっていう仕事を選んだつもりかな。睡眠障害がこの職業を合ってたっていうきっかけの一つになってるかな。だから自営業の方がいいと思ってるんだけど、別に働くのが嫌いなわけじゃなくて寝過ごしちゃうことが多いからさ。
だから必然的に自由業の方が誰にも迷惑かかんないなと思って、この仕事選んだかな。一生底辺労働と一生生活保護どっちを選べますか？俺はどっちも選ばなかったっすよ。僕はどっちも選ばなかったっす。だからその二択しかないと思い込んでるのは光さんなんだよ。だって無限に職種があって、こんだけ情報社会でこんだけ自由に何でもトライできる時代なのに、なんで一生底辺労働と一生生活保護しかないって考えるのかがわからない、俺は。でも睡眠障害で睡眠薬もらったりしてるのにお酒飲んでしまう自分が情けない。お酒はやめた方がいいかもね。睡眠薬飲んでお酒は結構脳やられるから、これはおすすめしないですね。過剰に反応するからね。ていうか多分ね、睡眠薬飲んでお酒飲むのが気持ちよくなっちゃってるんじゃないかな、俺の予想なんだけど。ちょっと危ないよそれは。だからその一生底辺労働と一生生活保護どっちも嫌だから俺は配信業を選んだっていうか、まあ配信業っていうか、まあ自分の名前を使って稼ぐっていうのにシフトしたかな。頑張ったら頑張った分だけ儲かる仕事をやろうと思って。女性が水商売してしまうとその後人生で生きづらくなると思いますか？普通の会社で働きづらいとか。わかんないな。ていうかね、頭のいい人は水商売だろうが何だろうが人生うまくいくと思ってて、職業はあんま関係ないと思う。なんか、両々の良さみたいなものだと思ってて、例えば水商売で若いうちにガーッと稼いで、40歳ぐらいまでの収入、4、50歳までの収入、ガーッと稼いで、で、結婚しちゃうとかいう手もあるじゃん。そしたら、普通の人よりも収入面で言ったら優遇されるわけだし、お金持ち見つけるとかさ。器量の問題なんだと思う。だから普通の水商売ずっと4、5年やってて、ね、普通の仕事になるって難しいじゃん、やっぱり。キャリアの問題で。だから、頭の計算がうまくいくかどうかな。水商売はね、稼げますからね。普通の仕事よりも時給いいですから。安心は求めないですかね。10年後も配信が続くとはとても思えない。僕は思えますね。冷静に考えて10年後に配信がなくなってるとは考えてないですね。俺は逆。冷静に考えた時にテレビの普及台数よりもインターネットデバイスの普及台数の方が多いから、今上り、例えばね、みんなのイメージってこうバーって今上ってきてるのは分かる？普及してるじゃん。これがね、急にガクンってゼロになると思ってる人が多いの。なんかそっちの方がおかしくて、なんか地球に隕石が突入して地球がなくなりましたみたいな、ゼロっていう考え方をする。そんなことって絶対起こんなくて、バーって登っていってゆっくり衰退していくものなのよ。だからその時に手を打てばいいっていうか、あ、そろそろピーク来るなっていうか。だけど上り調子のところでなんで不安になるのかがよく分かんなくて、だから YouTuber で稼いでる人も増えてるんだよ実際。で、閲覧数も増えてるし、マーケットもどんどんでかくなって、一時期ね、10年前まで、10年前っていうか3年ぐらい前まで食えなかったじゃん、配信者って。で、今食えてるようになってるじゃん。なんで逆に不安になるんだろうっていう感覚かな、客観的に見て。で、いつも言うんだけど、配信のマーケットは絶対でかくなるの。配信者も増えるし、食える人も増えるの。ただ、俺が食えるようになるかは別問題っていう言い方をしてるかな。それは自分の才能の問題だから。だから俺はむしろなんか収入増えてってるから、俺はいい仕事だと思ってますけど、まあ逆にそれがなんつうの、不安になるっていうよりも配信が続かないと思ってるんだったら配信者にならなきゃいいだけだ。配信界でレジェンドクラスの金バイやウナじゃん、所詮あの程度止まり、夢ないのが正直。金バイウナじゃん。金梅さんが多分2000万ぐらいか、年収。2、3000万。うなちゃんマンが多分5、600万ぐらいか。不安は脳が勝手に作るもんだと思ってるね。俺はだから、有名な格言に、恐怖の数よりも危険の数の方が少ないっていう、
だから結局恐怖っていうのは勝手に妄想してるだけだっていう、実際危険なことなんてほとんどないの。あ、もともとそのなんで不安になるかっていうか、なんで未来を考えるようになったのかって危機管理能力だって言われてんの。自分の生命を維持するために危険なことをやらないっていう選択するように発達してきたらしいんだけど、現代社会でそんなことってあんまないからな。ネガティブになって得をすることは一つもないっていうふうに俺は考えてる。っていうか、安心を求めるっていうよりも、なんつうんだろう、別に安心を求めて、それが幸せだっていうならいいんだけど、光さんの場合、安心を求めた結果、他人が羨ましくなっちゃってるじゃん。で、自分の人生が嫌だってなっちゃってるから、だから悩んでるわけでしょ。そう。それってなんか自分に正直に生きてんのかなとは思うけど。俺、最高だよって言ってるはずなんだよ。生活保護でもうずっと食いっぱぐれねえよって。だから、そしたら別になんか、他人になんか質問を求めてない気がするけど、納得してるなら自分で。俺は実際生活保護が苦しかったから早く働きたいと思ってたし、今の生活の方がまあ良かったかな、生活保護を受けてるより。実際それは俺の体感かな。理不尽だとは思わないかな。どこが理不尽なの？毎日働いて手取り20万っていうのは安心感を求めた光さんが選んだことだ。だって、スカウトの社長さんは毎日毎日明日なくなるかもしれないっていう恐怖と戦ってるから頑張ってるだけでしょ。これは別になんか、社長の方が、なんつうんだろう、自由に生きてる感じがするけど、俺は他人との比較あんま好きじゃないですね。なんでかっつったら、他人と過去は変えられないから、自分と未来しか変えられないでしょ。で、自分を変えようとしない人に未来なんかないと思ってる。あいうアドツ。だからね、やりたいことやればいいのに、もったいない。人生一生に一回なんだから。なんでスカウトやんないんだろうって思うんだよ。そっちの方が楽しそうなわけでしょ。なんかないものねだりをしてるようにしか見えないかな。たくみさんはどっち？お疲れっす。ないものねだりはダメですよ。ねえ。あ、空からね、金が降ってくるわけじゃないんだよ、絶対。そんなこと絶対起こらないでしょ。空から金が降ってきて、人生バラ色になるって。ありえない。毎日モデルや経営者とパーティーして、一日中1000万のシャンパン入れて、やっぱり悔しい。身を削って20万程度だから。だから、努力をする場所を間違えてるんだよ、光さんは。なんか頑張ったらお金が増えると思ってるのは間違いだよ。サラリーマンっていうのは頑張ることよりも安心感の方が強いわけじゃん。会社に守られる存在だから。だけど、社長の方はさ、頑張って働いてリスクを取って従業員たちに払ってるんだぜ、お金を。ちょっと心配だね、バエさんね。同級生なんて、光さんがいくつかにもよるよね。光さん電話かけてきたら相談乗るよ。なんか光さんはなんかもっと根本的なところで悩んでるんだと思うよ。そう、他人が羨ましいとか理不尽だっていうところじゃなくて、もっと内面的な問題だと思ってるけど。そうそう、俺が社長だったらって居酒屋で愚痴ってるようなもんだから。オーバードーズしても人生変わんないかんね。もう優しいかな。いや、結構大事な問題だと思ってて、これ、光さんの一生の問題に関わることだと思ってて。
多分なんだけど、27か。うん。27でしょ。俺も多分若い人だろうなと思ったんだけど、多分ね、俺このまま行ったら、今生活保護を受けてるわけでしょ、ひかりさんは。多分ね、47歳、20年後も同じこと言ってると思うよ。あいつは羨ましい。あいつはずるい。って言ってると思うの。多分ね、根本を間違えてるんだと思う。今直した方がいいというか、今気づいた方がいい、とは思うよ。俺も気づかされたから、先輩。電話かけておいで、本当に。なんか、本気なら。別に適当でこのままでいいやと思ってるんだったらいいけど、もし本当になんかやばいと思ってるんだったら電話かけておいで。俺が32年間で5年多く生きてるわけだから、経験したことはシェアできるからさ。そうそう、リスクはない。俺と話して何かが失われるなんてない。だけど声に自信がないとか緊張するとか多分いろんな理由がついてくるんだと思うよ。見バレが怖い。誰がリスナーの特定をするんだっていう話だけど。ねえ、もったいないよね。27歳でその生活保護の方が楽だからって。だってもうあなたの27歳っていう時間はもう帰ってこないんだぜ。家の中でネットダラダラやって過ごしていいの？なんか、光さんはそんなことをするために生きてきたんじゃないっていうか、そんなことをするために生まれてきたじゃないんじゃないかなとは思うけど。で、同学年のね、スカウトの男の子27歳で儲かってて羨ましい。なんだそれやでしょ。なんだそれやでしょ。どこにかけたら、LINE やってます？光さん。LINE をやってたら、凸はこちらっていう URL 踏んでください。そしたら僕の LINE につながるんで、先にスタンプください。先にスタンプください。光ですって、スタンプつうかメッセージ先にください。 LINE はやってるっしょ。ノーリターン。俺の話ノーリターン。それぞれの家庭環境から安定を求める人、チャレンジし続ける人、中途半端な人で分かれますかね。あー、どうなんだろう。家庭環境でかいのかな。あんまり関係ないような気がするけど、全部本人次第だと思ってるかな。へっし、まあ電話かけたい人いたら、ひかりさんに限らず、電話かけてきていいっすよ。どんな悩みでも受けますよ。ネタにはしませんか？こういうので話すの初めてなので。あ、ネタにはしますね。はい。ネタですよ、全部。おちょくったりはしないです。おちょくったりはしないですけど、放送に乗っける以上全部ネタです。はい。真面目に答えます。それはお約束します。だけど、あなたが僕のことネタにしましたよねって被害妄想を言った瞬間に全ての関係が壊れるんですよ。だからそういう人いっぱいいます、はい。放送でみんなに聞いてもらって、あなたのために本気でやってるわけですよ。で、それでネタにしたっていうゴミはいっぱいいますよ。だからそれはあなたが決めた方がいいですよ。冷やかす人もいるだろうし。うん、逆に言ったらね、あなたのことをこんだけ親身になってずっと話してるんですよ。それでネタにはしませんかっていうのは失礼だと思いますよ。あなたの話で1時間話してるんですよ。あなたのためだけに100人が付き合ってるんですよ。よくネタにしませんかって言えるかよくわかんないですね、僕は。うん、その神経がわかんない、うん。真面目に話聞くっつってんじゃん。
で、信じれないんだったら電話しない方がいいよ。うん、ありがとう、風船。そうそう、安定求めたらリターンなんて少ないよね。ネタを提供してるのは光さんだからね。あの、勘違いしない方がいいよ。それは結構失礼な発言だよ。で、放送やってる以上全部ネタだから、うん、ただ真面目に話は聞くし、真面目にアドバイスはするよ。それは約束するよ。反省せず後悔ばかりする人生ではせ、あのね、違うんだよ。後悔って何なのかって、やらなかった時に後悔するのよ。そう思いません、隠密さん。俺大体そうなの。やらなかった時に絶対後悔するの、引きずるの、やればよかったって。で、あの、やって失敗したことって後悔ないんだよね。ダメだったわって、やりきったわっつって。だから失敗しないやつって結構ね、こじれるんだよね、トライしないやつ。俺はその話をずっとしてんのよ。そう、放送上である以上はネタだよ。で、放送上以外で俺はリスナーさんと絡むつもりないから。俺とは何の関係もない人生だから。あの、正直配信外で相談したいっていう人いっぱいいるんだけど、あの、お断りしてます。僕には関係ない人生なんで。それはあの、しょうがない。放送上でネタにされても構わないんだったら、いくらでも親身になって相談するよとは言ってるけど、それはしょうがないよ。そう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 、告白して振られた方が次いけるじゃん。だからずっと好きだとずっと後悔が残るからね。あいつと付き合った、あいつが憎いとかになっちゃうの。なんで俺の同級生と付き合ったんだ、あいつより俺の方が優れてるはずなのに。いや、告白してねえじゃん。でもそれを言えなくなっちゃうのよ、自分に。そう、自分の負い目をカバーするように人間の脳みそはできてるから。ヘイヘイ。はい、ありがとう。そうそうそう、別に何でも話せばいいんだよ。ここでぶちまけな、思ってること。誰も損しないし、誰も得しないんだよ。だけど、もしかしたら光さんに溜まってた檻みたいなものが取れるかもしれないよ。自分のこと守ってもしょうがないよ。A を B って考えるよりも、A&B がないか探るのも手。それも手だね。はさくさん、どうも。アイテムありがとう。ワード2。ほんとアイテムありがとうございます。皆さん。いつもすいません。まあ、全をやるっていうのも一つの手だわな。でもまあ、仏教とか禅とかって欲望を捨て去る行動だからね。俺は欲を取り入れた。うん、LINE 追加して、で、先にメッセージちょうだい。あの、LINE の許可を押さないといけないから、光ですって。今からかけますって。メッセージを先にください。メッセージを。LINE 追加してメッセージを先にください。
頑張れ頑張れ。最近不発っていうか、昨日不具合がすごくて、今日治ったよ。なんか昨日ね、ベータ版、なんかテスト版みたいなのを導入して。いや、それで不具合出てたんだけど。来たかな。思ってた感じのこと違うな。もしもし、和道です。もしもし。もしもし、あれ？れ、今電話かかってきてたよね。なんだ？あ、ごめん、ちょっとごめんね、切るね、一回。ん？こっちで受けてたんだ。俺がミスったわ。ちょっともう一回待って。ひかりさんから電話かかってきた。ちょっと待って、ごめんね、俺が間違えたミス。今かけるね、俺の方から。折り返すよ。もしもし、はじめまして。あ、もしもし。ひかりさん？はい、聞こえてますか？聞こえてる聞こえてる。ありがとあ、こんにちは。う。こんにちは。よろしくお願いします。ありがとね。電話かけてきてくれて。いえいえ、こういうネットとか初めて、ちょっと、これ、ハウってます？ハウってないですよね。リスナーさんどうですか？そっち側で俺の放送を見てなかったらハウらないはずなんだ。ああ、そうなんですね。今電話だけでしょ？電話しながら、ふ映わっ像。ち見てる感じですね。オッケー、ふわっちの映像の方を切ってくれたら大丈夫ですよ。マジですか？なんかみんなのコメントもちょっと見ながらやりたいあ、な、みいいたいです、いいです。な。あ、映像は切らなくていい。音声だけ切ればいいや。そしたあ、ら、音声だけ。俺の放送の音声だけ切って、通話だけ。みんなどう？ハウってないよね。なんかレスポンスが急になくなったな。これ聞こえてますかね？多分聞こえてる。ちょっとリスナーさん聞こえてるかどうかを教えて。バガありがとう。あ、ハートもありがとね。じゃあさ、今来た、リスナーさんもいるからさ、ちょっと一回自己紹介と、どういうことで悩んでるのか、もう一回おさらいしてもいいですか？ひかりさんの方から説明そうして。ですね。今27で、27歳。で、生活保護云々言ってたんですけど、実際まだ受けてはないんですよね。なるほど、なるほど。はい。で、会社にまだ在籍していまして、あ、そうだったんだ。生活保護を受はけてい。るわけじゃないんだ、今。そうなんですよ。なるほど。で、まあ、ただ僕もともと車の会社で働いてて、で、まあ、ちょっと僕自身病気になって、精神病？で、そうですね、ちょっとメンタルやられちゃった感じで、で、まあ、ちょっと休養してて、で、その時に、まあ、僕、おじいちゃん、おばあちゃん子だったんですけど、おじいちゃんが不整脈でちょっと倒れた時期があって、まあ、1ヶ月ぐらい入院してたんですよね。で、まあ、そこで介護とかの、なんか、大変さとか分かって、医療関係とかやってみたいなってふと思って、なるほど、なるほど。で、まあ本当未経験だったんですけど、まあちょっとそういうところでもできる求人を見つけて、で、転職もしたんですよ。なるほど。そう。で、まあ半年ぐらい経つんですけど、やっぱ未経験なんで、その年収とかもすごい下がって、そうだね、低いね。まあそれこそ本当に手取りで今20いかないぐらいの金額で、まあ、朝から夜まで働いて、18万とかそのくらいで結構そうですね、どぎつね。いよね。わかるわかる。で、まあ、僕の大学の同級生とか、結構なんか起業してる子とか、まあ、それこそさっき話したスカウトとかやって、まあ、本当億とか稼いでる子とかもいまして、なんか、自分こんな朝から夜まで神経使って仕事して、もう時間もなくて、休みの日ももう寝るだけで過ぎちゃうみたいな。
なんかそういう感じの人生が本当に幸せなのかなとかちょっと考え出しちゃって。なるほど。ちなみに、俺の放送を見たきっかけってどのくらいのタイミングなんですか？で、なんで俺に放送、相談してみようと思ったや、本当にたまたまです。の？ツイキャスとかフワッチってたまに見てたんですよ。で、和道さんのことも知ってなるて。ほど。名前は知ってたと。で、僕、金映えとか、深夜著とか、ああいう、まあなんか大手というか、ああいうのはなんかたまに本当暇な時にちょっと見たりしてて、で、まあ今ちょっと夏休みもらってて暇だったんで見てたんですけど、そう。じゃあ、俺がで、生なん活か、保護を受けてるのを過去に知っていたからちょっと聞いてみようみたいな、今日は。そうなんでなるす。ほど、なるほど。OK。はい。なるで、ほなんかど。もうこのぐらいの金額しかもらえなくて、で、毎日働いて、ちょっと身も心もなんかボロボロになるぐらい働くんだったら、もういっそ生活保護を受けちゃった方が楽なんじゃないかな、みたいな。なるほどね。うん。俺ね、今、話してみた感覚と、写真とかも LINE にちょっと写ったお顔拝見させていただいたんだけはい。ど、ちょっと思ってた人と違ってたのよ、イメージと。はいはい。で、どういう人かなっていう印象っていうと、すごくしっかりしていて、すごくまともな人な印象なのね。なんかその、わけのわかんないことを言ってるタイプじゃなくて、真剣に悩んでいて、その真剣にその、どうしたらいいんだろうっていう風な印象を受けたの。そうですね。でね、儲けてる人って世の中に腐るほどいるんですよ。はいはい。例えばさ、同級生で1億稼いでると。はい。でも、ビル・ゲイツも稼いでるんだよね。そうですね。で、やっぱりその同学年で同じようなスペックだったからこそ、なんか理不尽だって感じるんじゃないのかなと思うそうですの。ね。その地元の中学の同級生の子で、まあ高校から別になっちゃったんですけど、なんかまあ彼は彼で、まあ要するにちょっと一般的に言うとチャラい感じの子で、パリピでしょ？まあそうですね、まあ16ぐらいからスカウトとかやって、まあ結構金を稼いで、で今27になってもう社長にもなって、まあ本当その道で、食ってってるって感じなんですよね。で、やっぱ今って SNS とかいっぱいあって、そのインスタとかいろいろ見てると、やっぱすごいんですよね。みんなもうね、本当、パーティーしてたりとか、海でバーベキューしてたりとか、かわいい彼女そうと。なんですよね。なんかこの間もウルトラフェスっていう、ウルトラジャパンっていうフェスがあったみたいで、クラブのフェスでしょ、確か。そうですね。お台場の方で。で、もう1本500万のシャンパンをバンバン開けて、もうモデルの女の子たちと合流してるみたいな、やっぱそういうの見ちゃうと、なんか、まあ理不尽なのか分かんないですけど、片や、僕医療関係なんで、ちょっと、大変な方たちも見てるんで、こういう世界もあるのになんか華やかな世界もあって、ちょっと、理不尽というか、まあ、羨ましい気持ちももちろんありますし、やに要は自分を肯定できなくなるよね。俺はこんなに頑張ってんのに、なんだっていうことでしょ。そうですね、ちょっとなんか、悔しい気持ちもあったりとか、そうだよね。そうなんですよね。まあ、もちろん彼は彼で大変な思いとかもしてると思うんですけど、俺、起業したことがあるんですよ。19はい歳のはい。頃から。で、会社経営も23の頃からやってて、それこそそういう人たちと関わってたのね。はい。要は、例えば19歳で俺の同級生で、1年間でだよ、19歳がだよ、はい。年収7000万とかになってたのよ。で、起業してなるるほ友達が俺とそいつだけだったから、友達だったの。いや、起ど。業はい仲はい。間で。で、大成功してんのよ、向こうは。はい。で、それこそ、いろんなね、モデルさんとか、パッキャオとかの写真とかも見せてくれたりとかさ、するんだはいよ。で、多分同級生にも妬まれてるの、そいつは。はい。ああ、そうですね。全くその光さんと同じように、あいつは悪いことやってるに違いないって、もう決めつけられてたの、勝手に。だけどね、俺はそいつのそばにいたから、すごくわかるし、自分もそうだったんだけどね、
例えばさ、同級生の人16歳からその業界にいるって言ってるじゃん。16から今27だから多分11年ぐらいやってるんだよね。そうですね。11年本気でやってて社長になっててさ、で、今が憎いだけじゃん。多分、その光さんが見てて羨ましいと思うの、今のことなんだよ。そうです。まあ、憎くはないんですけど、羨ましいっていうのは正直ありますね。あるでしょ？で、多分そいつ16の頃からがむしゃらになって働いたと思うよ。そうですね。奥つかむような人ってとんでもない、3倍4倍じゃなくて寝る間もなく働いてるよ。確かに。で、そうですリスクね。も取っただろうし、彼は。だって、スカウトってさ、ぶっちゃけ、その当時だと、今は多分やり方変えてると思うんだけど、インスタとか人脈とか使ってやってると思うんだけど、スカウトってさ、例えば、街で声かけて、違法行為なの知ってる？あれって。そうですでね。しょ？変わりましたもんね。そう。だから、彼が当時働いてた時っていうのは、そういうリスク、要は逮捕されるリスクとかも背負ってやってたわけじゃないですか。で、俺は医療業界で、働いてる人が悪いとか、給料低いのも分かる、大変なのもすごい分かんの。そのリスナーさんでも多いし、同級生のも多いから。でもね、自分のやってる仕事に誇り持てなくなったら終わりだぜ。そうですよね。そう、スカウトも甘くないし、どの世界も甘くないのよ。例えば、俺、ふわっちやって収入50万ぐらいにやっとなれたのよ。で、今までは、俺配信で飯食うって、3年前、4年前とかデビューした頃に言ったら笑われてたの。99%の人にお前には無理って言われてたのよ。で、散々バカにされて、実際食えるようになったら今どういうふうに言われてるかっていうと、羨ましいって言われてんのよ。ずるいとか。要は楽して稼ぎやがってって。で、たまに若い男の子で、配信で和道さんみたいに飯食いたいんですけど、どうしたらいいですかって本気で相談されることあるのよ。こういう凸とかで。いや、羨ましいからって。で、その時に言うの、その男の子に。毎日、毎日、狂ったように無収入で、10時間以上配信する生活を3年間続けて、で、慣れるかなれないかだけど、君、その勇気ある？って聞くの。3年間、無収入で10時間以上ずっと喋り続けて、で、売れるかもわかんない。儲かるかもわかんない。でも、かけることできるって言ったら、できないですって言うのよ。で、できないって言った子に対しては、それができないんだったら絶対にこの仕事を、要はこの仕事で50万取ることは分かんない。できないって。で、もしかしたら君に才能があったら3年どころか1年で100万稼ぐこともあるかもしれないよって。だからそれがリスクなんだよ。要はリスク取らないやつっていうのはハイリターンは絶対ない。そうなんですよね。なんそか僕の性格上なんですけど、う。やっぱりどうしても安心っていうのが欲しくいいて、と思うよ。会社に、まあ、社会人として入って、まあ、手取り20万でも30万でも、まあ、不動産とかで引っ越しするときも、やっぱりそういう自営業よりも正社員とかの方がそりゃ圧そう倒だ。的に入りやすかったりもしますそりゃし、そうだ。なんかやっぱり世間的な目を見てしまうと、たとえ手取りが少なくても、なんかそっちの方がやっぱりいいんじゃないかなって思ったりもするんですけど、まあ、やっぱり自分の人生一回きりですし、まあもちろんリスクはあるんですけど、まあそういった世界もちょっと憧れるなみたいなところも正直あって、俺がでね、お僕すすめも、してるのは、俺はね、働くことっていうのは大事なことだと思ってるから立派だと思う。光さんが今介護の職業で、おじいちゃんとおばあちゃんのその辛い経験からこの仕事を選んだっていうのは立派なことだと思ってるの。で、そこに誇り持ってないのはちょっと残念なのね。要はパリピの方が羨ましいってなっちゃってるわけじゃん。でしょ？そうですね。まあ、誇りはもちろんやりがいはすごい感じてて、で、僕のやってる事業って介護ではなくて、居宅療養管理指導って言って、今って薬局あるじゃないですか。で、薬局まで来られない患者さんとかのために、あ、施薬を設届とける。か、ご自宅に薬剤師と一緒に伺って、
薬を届けて、うん。で、日常回帰を目指しましょうっていう会社なんで、はははは。で、さっき点数制度とかちょっとコメントしたんですけしてど、たね。あれも要するに、今、薬局の数ってコンビニよりも増えてて、まあ、10年後、20年後になると、生き残る薬局って少なくなってくるんですよまあね。そうだろうね。で、まあ、2016年にその行政が法律を改正して、その在宅の届ける、薬剤師が届けに行くっていうのにすごい点数をかけて、まあ、要するにそれをするにあたって会社の利益が上がるんですよね。だから最先端な事業をやってるんなで、るほど。そういったところではまあやりがいとかはありますし、これからも高齢化なっていって、まあニーズはあるだろうね。そうなんですよね。まあ、ただそうですね、今後、そのリハビリとかも点数が上がってくるっていうことは、結構なんか政治家の方とかもお話しすることがあるんですけど、やっぱり今後、年金とかも70歳からとかもらえないとか、そういう話も出ていて、そうだね。まあ、寿命も伸びていて、で、人口もちょっとおかしくなってきて、で、そういった時になんか、まあ、60超えても健康であなた働けますよね、リハビリの制度があるんでそれ使ってくださいっていう、ちょっとえぐい世界になってくるっていうのは感じてるんですよまあそれね。は絶対そうなるでしょそうなんですよね。だからなんかそういうこととか考えちゃうと、なんかリスクを冒してでも億とか稼いじゃったら、もうその時点で勝ちっていう感じがちょっと思っちゃったりもして。まあ正解だろうね。まあもうだから金俺はも多もうく一狙ってる。生。そうなんですよね。俺がもし、光さんの立場だったら、そこでノウハウを得て、その業界が伸びると思ってんだ。起業すればいいじゃん、その業界で。そうですね。っていうのはダメなまあ、の？うちの会社自体まだ8年目ぐらいのベンチャーで、まあ、結構みんな若いんですけど、すごくやり手の人が多くて、まあ、かなり急成長してるんですよね、僕の地域の中では。で、まあ、すごい上司とかもいい方が多いんですけど、やっぱり僕自身がその薬剤とか医師の免許を持ってない未経験なんで、どうしても給料面で言うと、まあもう低本当いよ3な。分の1ぐらいしかもらえてないのが現状で、まあそれはしょうがないよ。そうですよね。で、やっぱりそういったところを見てると、なんか、まあもちろん僕のキャリアアップとかも考えてくださってるんですけど、なんか大丈夫なのかなとか、今27っていう年齢で一つの区切りでもあるんで、まあそうだね。なん区切りか、だと思もし何かやるんであれば、う。今の方がいいし、まあ今後続けるんであれば、その覚悟を決めてやっていくとか、多分ね、極端にこうだっていうふうに光さんは結構決めつける性格のタイプだと思ってるんだけど、俺サラリーマンで億掴んでる人もいっぱい見てきてんのよ。で、そういう人って大体40代とかで、例えばその政治家につながっていたりとか、例えばその40とかでキャリアアップして多分部長とかになってるはずなんだよ。で、そういうポジションについていくと、なんつうの、株の まあ変な話、インサイダーの話であったりとか、いろんなその社会の、なんつうんだろう、情報っていうのが入りやすくなるポジションであったりとかするから、その起業とかもしやすくなったりとかするし、なんか今の今で、決めつけてる気がするんだよね。なんていうのかな。例えばなんだけど、よく起業したい人の相談とかを受けてたのね、若い頃。で、その時によく言ってたのが、俺が勧めてたのが、みんな、今の仕事をバッツリ辞めて起業しますみたいなことを考えるの。すっごい極端なの。店やる時も、会社を起こす時も。でも、今の時代って、サラリーマンやりながら、自分の個人事業を持つことって、すごく簡単になってるわけよ。キャッシュポイントを増やすっていう言い方をしてたんだけど、だからそれこそ、例えば、今やってる仕事を続けて1時間とか2時間とかの空きは絶対あるわけよ、人間。もちろんそれは休暇かもしれないけど、その時間を削って投資の勉強して株 FX とかを学ぶでもいいし、ネットワークビジネスやるでもいいし、それこそ友達にスカウトのノウハウとかを聞きに行って、まだ繋がってるんだったら、なんか
なんか面白い儲かる話ないかなとか、人脈作りに力入れるとかさ、なんでそうその今できることをやらないんだろうっていう提案はよくしてた。いや、なんか、連絡取りたいなとか、ちょっと思ったりもしたんですよね。取った方がいいその、よ。スカウトやってる。おう。もうなんか、最近だとちょっと有名になりすぎて、その子が。はいはいはい、そうだね。なんか、ギラギラ経営者軍団みたいな、わかるわかる。アメーバ TV とかにも出ちゃってあ、て、そうなんだ。もうそういうレベルに達してて、僕は中学が一緒ってだけだったんで、なんか、正直、嬉しいはずだよ。そいつからしたら。正直に話して、俺今こういう状況でこうなんだけど、お前が羨ましいって一言言うの。で、ちょっと30分でも1時間でもいいから飯食って話聞かせてくんねえかって。俺もちょっと今自分で悩んでて、で、お前みたいになりたいからって言われたら絶対断んないはず。同級生にそう言われるのはそうめでちゃすめか。ちゃ嬉しいから。で、それがいい関係を築くよ。絶対、そいつとの。そうですね。だから一回電話しな。今日電話したように。一回飯食って話聞かせてくんねえかって。で、それで本音を聞かせてもらいな。どう苦労して。で、シャンパンとかどういう世界でって。それでもし興味あったらまた行こうぜって言って。金に困ってねえんだから絶対連れてってくれるから。そいつが出そうしだて。ね。あ、春樹海君ではないですね。ちょっとコメント見ちゃったんですけど。まあね、個まあ、人情報だから。ちょっとその辺の。まあ、やっぱりお金はあった方がいいって思っちゃうんおで、金あった方がいいよ。まあ、自分も将来的に結婚したいなとか思ったりもするんで、パートナーはいいの？パートナー、まあ、一応いるにはいるんですけど、そのち子ょっじゃない。と今仕事がバタバタしててなかなか会えてなくて、そうなんですよね。で、その子もちょっと、以前夜やってた子で、お金の価値観とかがちょっとずれてて、まあ違うだろうね。そうなんです。まあ、月に300万、400万稼いでた子だったんで、まあ、月50万ぐらいは貯金したいよね、とか言われて、その時に、手いや、取り取り昼まず食で月50万貯金ってできるサラリーマンそうそういないよ、みたいな。まあ上場企業に勤めてる人ぐらいだろうね。そうですよね。まあ、そういうところの価値観でちょっとやっていけるかなみたいな心配もありますし、やっぱり金なのかなとか、思ったりもするんですよね。金をゴールにして何かをやると不幸になるよ。そうですよね。すっごい、多分そういうふうにきらびやかな生活、例えばね、上場企業の社長さんとか、それこそ3年でベンチャー立ち上げて、3年で3人の会社で30億掴んだ人とか、もうみんながみんな成功してるって認めるような人たちの生活見せてもらったことあるんだけど、薬の量半端じゃなかったりとか、なんか変な占い師にうん千万使ってたりとかすんのよ。もうメンタルボロボロなぐらい追い込まれてるよ。なるほど。だからシャンパン500万開けないと成り立たないぐらいのストレスの生活をしてんの、彼らは。ああ、確かにそうですね。本当にきついよ、起業するのって。もうそれこそ、例えばさ、うん百万の取引とか一瞬でダメになったりとかすんのよ。詐欺られたりとか。要は計画倒産とかされたら。だからもうすごいピリピリしてて、その人間関係、この人は本当に信用できるのかとかを見る目を養わないといけないし。だから、なんだろう。多分ね、彼らは飲みたくてそういうことをやってるわけじゃないのよ。見栄を張りたくてっていう。その仕事の一部であったりとか、そうじゃなきゃいけない精神状態でやってるから。だからまあ、そういう彼のらは結構、その付き合いかはわからないんですけど、その毎日クラブの VIP に行って、毎日シャンパン開けて、もう朝まで飲んでっていう生活を毎日のようにしてて、なんか正直自分はそこまでできないなって思っちゃって、そのお付き合いか何かわかんないんですけそど、れはね、見栄を張ってないとダメだから。社長業って。取引先の人とか仲間とかに見せ続けないといけないのよ。俺はそうでこういすう生活ね。してるから、頑張ればこういう生活できるぞっていうのも一つのアクションなの。もちろん本人が好きでやってることもあると思うよ。で、それがいいか悪いかっていう問題じゃなくてさ、なんつうんだろう。例えばさ、サラリーマンでそういう生活ができないっていうのは多分もう分かってるわけじゃん、自分の中で。で、起業する時のリスクも取れませんっ
ていうのはさ、これ俺先輩にすごい言われたことなんだけど、できるかできないかを考えても何の意味もないっていう話をされたの。よくそのできない人の特徴ってできるかな、できないかなってずっと言ってんだって、何十年も。俺にはこれできるかな、できないかなって。違うんだよ。やる人かやらない人かなんだよ。できる人って。俺はやらない。俺はやるって。もう答えは出てんの、自分の中で。その、なんつうの。リスクがあってもやるっていうやつか、リスクがあるからやらないっていうやつがいいよっていう。やることとやらないことさえ決めたら悩む必要すらないから、できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかで決めろっていう。そう、悩んでる時っていうのはそうです何も動いてね。ない時だから、何も生まれないよって。だから、例えばさ、自分の今の仕事続けながら、なんか将来的に自分がハッピーになるようなことを始めればいいんじゃないの？そうですね。まあ僕自身その転職年収下げてでも転職をして、そのまあお年寄りとか弱ってる方に、まあ、ちょっとでも支えになりたいなっていう気持ちがあって入社したんで、まあそこを貫きたいっていう気持ちはあるんですけど、でもどこかでそういう華やかな世界も憧れてしまうっていうのも正直な気持ちとしてちょっとあったりもして。なんか迷ってるというか、そうなんですよね。俺やっぱはり、光さんが今やってることっていうのはかっこいいと思うよ。俺にはできないから。ああ、いえいえ、もうそんな大したいこやいとやではいや、ないんですけ本当に。ど。で、生活保護にね、まあ、やけっぱちで言ってると思うの。こんなに給料少なくて、こんなにボロボロになって働いて、こんなに酷使してるぐらいだったら生活保護の方がいいんじゃねえかっていうところから、俺に生活保護でどう思いますって聞いたと思うんだけど、絶対なるべきじそうゃでない。あすね。なたは生活保護になるべきじゃないです。はっきり言います。そうですね。人生壊れますよ。そうですね。生活保護っていいなって言ってるじゃん、みんな。13万円もらえるから。多分、東京にもし光さんが住んでたら13万、5000円もらえるんですね。で、家賃、生活保護それ全部もらえるわけじゃなくて、家賃込みでそれなの。で、家賃使える分って決まってるから、実質家賃プラス8万円なんですよ。ね。で、8万円でインターネット、電気代、光熱費で2万ぐらい、1万5千から2万円飛ぶでしょ、必ず。水道、電気、ガス、光熱費。で、そうすると2万円飛んだら6万円なんですよ。で、食費にいくらかけてます？今。いやー、でも結構抑えても3、4万とか。3、4万。多分1日1000円以上使ってるでしょ？そうですじゃあ4ね。万円で計算すると残り2万ですよ。で、タバコとかお酒とかやりますか？あ、タバコは吸わないですね。お酒は飲みます？お酒はまあたまに友達とって感じですね。その時、月いくらぐらいこういう日にかけてます？ああ、まあ2万とですかよ3ね。万ぐらいですかね。服とか買い物とか行きます？プライベートで。どれくらい使います？服は、まあもう今はそんなに買わないですね。でも3ヶ月に一度ちょっとまとめて買うぐらいな。携帯代は1万以上使いますよね。そうですね、1万ぐらいですね。それで家に引きこもるしかないっていうの分かりますよね。多分こういう日ができないんですよ。まあ、生活保護とか受けたら多分人間らしい生活ができなくなるだろうなっていうのは分かるんですよね、部屋で孤独引きにこなっもって。て、友達に誘われても断るしかなくて、で、着たい服も着れない、インターネットでずっと毎日生主とか YouTuber 見てる。ずっとそれが続くんですよ。あなたそんな人じゃないよ。なんか僕もちょっと弱い部分が 正直あって、やっぱりなんかその最初の給料明細とか見て、ちょっとまあこんなに低いかって思うぐらい最初はまあもちろん低かったんですけど、なんかまあ医療関係っていうこともあってミスも許されないんですよね。そうだね。患者さんに変な薬を飲ませたりとか、飲ませ忘れがあって死亡事故につながったら大変なことですし、だからすごく神経使ってもう毎日ヘトヘトなって帰ってきて、でこの給料かって思うとちょっと
割に合わないんじゃないかなとか、うん。なんか自分が入社した時の覚悟がちょっと薄れてきてしまってるのもサラリーマン正やっ直てある。る以上 ごめんなさいね。サラリーマンやってる以上割に合う仕事なんかないっすよ。そうですね。まあ、みん多な分サ僕ラよリーりマ全然過酷な環境で働いてる人は山ほどいると思うんですけど、ン。うん。よくね、世間でね、ブラック企業、ブラック企業って言うけど、ホワイトな企業なんかあるわけねえだろうって俺よく思うの。そうですだっね。て経営者はとんでもないリスクで背負って、で、従業員とかの家族とかも見えるんだよ。で、そいつらを食わせるためにとんでもないストレスで働いてんのよ。で、その社長とかって働くことにすごく意識が高くて、仕事を持ってこなかったり生産しないとこの人たちが食えなくなるっていうリスクを背負ってガンガンにやってるわけじゃん。で、働けよっていう気持ちが強いのよ、お前ら。命がけでやれよって。本来働くって命かけることなんだよ。うん。でしょ？だって狩りするのにも何するのにもさ、命使って命削ってやる部分だから。だそうですから、ね。そこにでも安心とか保証があるわけじゃん。これくらい会社に来てくれたらこれくらいの給料は保証しますよって。うん。そこに、だから、サラリーマンで赤字になる人って俺見たことないのね。いやー、今月マイナスだったわーって言ってる人いないでしょ。社長は全然あるよ。うん百万、うん千万。そうですうん。ね。だからその、うん百万、うん千万とか首くくるとかさ、殺されるっていう覚悟をさ、背負ってやるのもいいし、いや、安心感を手に入れて今の仕事で頑張るんだっていうのもいいけど、どっちにしろ俺、光さんの根本問題は腹くくることだと思そうですう。うん。ね。腹で、くくったとまあ、き幸せになれるよ。僕がやっぱりどうしてもそこまで執着というか、その華やかな世界みたいなところに憧れてしまったのが、その中学の親友だったんですよね、その子が。同級生が。本当に仲良くて、毎日一緒に遊んでて、で、まあそういう子が高校別になって会わなくなって、で、まあそういった世界に行って、なんか僕もちょっとやっぱり20代前半とかちょっとクソガキみたいな感じだったんで、まあ遊んでた時期もあったんですけど、まあ年齢的にももうしっかりしないとなって思い始めて、で、まあしっかりするのはいいんですけど、やっぱり現実、金銭的にきついとか、まあ精神的にも肉体的にもきついっていう中で、彼はすごく豪遊してるところを見たりとかすると、やっぱりどうしても、あなたが思ってるよりあなたは立派だよ。それは俺が言うよ。あなたが思ってるよりあなたは立派だよ。もっとや、自もう信そん持っなたこ方とがいいないでよ。す。もっと自信持ちな、やってることに。そうですね。ちゃんと働いて、ね。給料少ないかもしんないけど、頑張ってやってるわけじゃん。もっと誇り持ちな。もっと仕事に楽しみ持ちな。で、そうですね。その同級生に会いに行った方が絶対いい。電話した方が。ちょっと話聞かせてくんねえかって。お前と話してって。俺今仕事でこうで、30分でも1時間でもいいから、飯食って、正直お前のインスタとか見てて羨ましいんだって。いろんなことを俺に勉強させてくれって。話聞かせてくれって。その時にいろんなもんが見えるはず。そいつの本音とか。そいつそうですのね。いいところじゃなくて。インスタグラムなんか悪いところ載せねえんだから。そうですね。ツイッターなんか自慢大会、インスタグラムなんか自慢大会なんだから。そうですね。本やっ音ぱをりなん聞きにか行こお金があるところに集まるといいますか、う。そう華やだよ。かなところに人を集まっていくんで、だから苦労をやっぱ、聞きな。そうですね。あなあたりががと思っうごてざるよりあなたは立派だよ。で、生活保護は絶対やめな。あなたはそういう人じゃない。本当に食えます。なくなってさ、本当に惨めになってさ、本当に、よくね、生活保護を受けてる時に叩かれたけど、俺本当に死のうと思ったんだよ、生活保護を受ける時。俺がね、まあ自分でやっちゃった過ちだけど、その詐欺で捕まって、半年間、ま、半年じゃない、3ヶ月か、ネット生活で、風呂も入れねえんだよ。で、同じ19歳のバイトとかで満喫で働いてるわけよ。で、毎日いるわけよ、3ヶ月間。まあ笑われるよね。で、わかるんだよ、笑われてんの。
で、部屋にこもって、フラットシートの角の席で、もうずっと居座ってて、ネットやって、仕事探して、でも前科がついてるし、もう仕事も見つかんなくて、住所も千葉だったし、どうしたらいいか分かんなくてって、惨めだぜ、本当に。働いた方がいいよ。そうですね。働なんいた方か、がいいよ。今、家賃8万のところに住んでて、で、来週その家賃5万円のところに引っ越すんですよ。で、まあ、それは収入のこともあるんですけど、多分心のどっかで、なんか、もう生活保護を受けてもいいんじゃねえかみたいな、ちょっと投げやりなところもあったりもして、なんか、こんだけ頑張っても生活保護とほとんど変わらない。医療費とかかけたらむしろ生活保護の方がいいじゃねえかって思ってしまった自分もいて。わかるわかる。手取りは少ないよ。18万で、俺計算したことあんの。年金の部分であったり、その部分って考えたら、大体22万の生活なの。手取りは13万なんだけど。生活保護って。だからあなたが言ってるの正解だよ。それでも頑張れ。絶対に生活保護は何も生まれない。そうですね。で、働いてて頑張ってたら、転職もできるし、キャリアがつくし、出世もできる可能性もあるしさ。で、もしかしたらその友人から何かしらさ、生きるヒントみたいなのもらえるかもしれないから、俺は、生活保護はおすすめしない。本当に。精そうで神衛す生ね。上良くないよ。確かに。まあやっぱりなんか世間のイメージというか、まあイメージというよりかは、僕もちょっとお休みをいただいて、今休みもらってるっつったもんね。そうなんです。毎日忙しくて急に休みになると、なんかやることもなくて 一日ぼーっとしてて、人間らしい生活ができてなくて、それが永遠と続くのが生活保護だよ。そうですね。ちょっときついですよね、それ最は初それので。3日とか1週間ぐらいだよ。楽しいの。そうですもうね。むしろまあちょっ働と。けないっていうのがプレッシャーになって、このまま終わっていくのかっていうプレッシャーすごいよ、生活保護って。だから生活保護ってみんな楽して酒飲んで家でゴロゴロしてて羨ましいってみんな言うけど、俺生活保護のリスナーさんめちゃめちゃ多いし、俺も生活保護だったから分かるんだけど、実際その隣の人とか生活保護だったりするじゃん。生活保護ネットワークができてくるじゃん。みんな働きたいって焦ってるよ、多くの人が。だけど、もう仕事も50歳になっちゃって、働けないしって。社会貢献したいんだけど、できないってなっちゃうな。確かに。まあちょっで、と、彼女もできないぞ、生活保護になったら。そうです正ね。直。だって彼女に飯なんかおごれないもそうですよね。ん。まあ、なんかちょっと僕も考えが極端なのは自分でも分かってるんですよね。極端な方に行きがちだっていうのが。だからその辺も直していかないとなって思うんですけど、直す必まあで要も。はないけどさ、多分ね、リアルに、見てみるのがいいと思うよ。話を聞きに行ったりとか、観察をしちゃってると思うの。俺、若い頃から、これ俺自分でいいところだなって思ってるところなんだけど、裏取りに行くの。直接会いに行く人なのよ、俺。アホだから。俺だから、孫正義さんに、会いたくてソフトバンクに電話してクソ怒られたことあんのね。19歳の時に。孫さんとちょっとお話してみたいんですけどって電話したら、すごい怒られたりしたの。受付の人に、お前バカにしてんのかっつって。だけど、会える人っているじゃん。例えば同級生のチャンスなんだぜ。そういう人が。そうです身ね。近にいるって。で、向こうも絶対覚えてるんでしょ？名前を。そうですね。仲良かったんで覚えてるはずですね。で、チャンスがあるわけじゃん。話を聞く。裏取りに行きなよ。そうですね。ちょっとやってみますか。あと、社長とかにもガンガン言った方がいいよ。正直きついっすって、今の給料。で、お給料もらってるのは嬉しいんですけど、俺めちゃめちゃ頑張るんでって。この会社で本気で働くんで、どうしたら給料上がりますかって聞く性格になった方がいいと思うよ。多分ね、受け入れちゃうタイプだと思うの。でもね、出世するやつってね、そういうタイプなのよ。いや、もっと稼ぎたいっすって。どうしたらいいっすかって。資格取ればいいっすかって。訪問件数増やしたらいいっすかって。もう精神的に参ってるし、
この会社好きだからって、社長お願いしますよって、そういうやつほど出世するから。そうですね。その辺のアピールは全然まだしてなかったですね。してないでしょ。もうガンガンいけない。社長にやる人ってもうぶっちゃけ可愛いやつに給料出すのが会社組織だから、もうガン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 、ちょっと相談いいっすか社長とか言ってごらん、仕事終わりとかに。上司でもいいし、そうですね。可愛がってくれるよ。だって真面目だもん、多分。仕い事かっちりやいや。やるタイプでしょ。そうですね。今の仕事に関してはすごくやりがいが感じてるっていうか、もともと自分も弱かったんで、本当に弱ってる方の支えになりたいっていう気持ちで入ったんで、未資格の僕を雇ってくれて、働けてるっていう環境はすごいありがたいんで、だからその覚悟を本当に忘れたくないなって、絶対忘そうれいちゃうダメ友だ。達のインスタとか見て、ちょっとブレてる自分が、弱いなと思ってしまうんですけど、でも極端な話、そのスカウトやってる子なんて結婚とか多分あんまできないと思うんですよね。できないっつうか考えてないよ、そういうタイプ。女売り飛ばして、そういうの子供に言えるかって言ったら言えないじゃないですか。相手のご両親とかにも。金はあるけど、そういう仕事してるのって多分世間一般的には思われて、だから彼は彼で多分そうだよ、そういうの金もが働入らないいて、とやってられないんだよ。そうですだってさ、スカウトで俺実はその業界いたことあるんだけど、どういう生活か分かんないでしょ。女の子10%取られるの分かってるわけよ。あれ女の子に色恋ずーっとやってんだよ。だからもうずーっとなんかセフレみたいなことさせてるし、色恋でつなげてるのよ。だからもそううで女の子に幻想持ってない。セックスするのが仕事みたいな感じだし、毎日ずーっと電話してるよ、女の子に。どうって、今の仕事合ってるとか、要はそのずっとケアをし続けて、で辞めるタイミングでこっち側に戻ってくるように、他のスカウトに拾われないように、じゃあいい仕事紹介してあげるよって。で今度店側との提携もあるわけじゃん、専属契約とかあるのよ。めちゃくちゃ大変だよスカウトマンって。そうですね。ちょっと彼も地元では結構もう嫌われ始めてて、何やってんだこいつはみたいな、もうでし27ょ。になって、ただ金はあるんでしょうけど、そういったところ世間的とか人彼間は的な、悟ってるんだよ。その周りの評判なんか気にしねえっていう決めてるんでしょ、多分。俺は金つかむんだっていそうですね。う。世間の信用とかは金でつかむんだって腹くくってんだと思うよ。彼の生き方も素晴らしいし、あなたの生き方も素晴らしいけど、腹くくってる方が強いよ、人間は。そうですね。確かに。人をディスらなくていいんだよ。他人をディスらなくていいの。あなたが笑顔で働いてることが多分一番いいんだよ。そうですね。すごく、吹っ切れたというか、改めて、入社した時の気持ちが 蘇ったというか、良かったです、本当。転職しろとかさ、起業しろとかいうことは言わないけど、続けられること、今できることは全力でやりな。そうで今すできるね。こと。で、それいつなくなるか分かんないから、本当に。いつ取り上げられるか分かんないから。で、全力でやってるやつは強いよ、何そう事ですも。全力でやってるやつはキラキラしてるし、で、人間ってさ、キラキラしてるやつのところに、どん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 、こう、いいものが集まってくんだよ。金とか女とか、富とか名声みたいなものって。だから、もう、ガンガンやりな。よくね、サラリーマン、俺、ちょっと待ってね。可愛がられるやつってそういう人だよ。人が集まってくるっていうか。だからもうガン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 さ、給料上がんないかもしんないけど、頑張らなかったら給料上がんないんだから。そうですね。ガンガンやりなよ、仕事。保険の勉強とか、いろいろやってもうますね、サけラリーマンのど。強さ教えてあげる。俺がいなかったらこの会社回んないでしょって社長に思わせること。そうですね。僕いなくなっていいんすかって。
だから、それくらいのやつ、ずうずうしいやつの方がね、出世するよ。社長に可愛がられるよ。社長が、自分が社長だったらどんな部下欲しいか想像したらいいんだよ。うん、確かに。うん。あいついねえと回んねえなって。困るなって。言わせたもん勝ちだよ。はい。いうん。や、なんか、本当ありがとうございます。なんか、和い道さん、そういう、えいえ。ちゃんと話ができる人とは思わなくて。うん。うん。うん。なんか、ネットって、やっぱり、所詮ネットなんで、ちょっと、気違いな人とかいるじゃないですか。金林さんとか。なんか、別にそういう人に相談乗ってもらったところでって思ったんですよね。でもなんか、今本当にたまたま開いて、たまたまコメントして、こういう流れになったんで、初めて本当にこういう電話とかもしてみたんですけど。やってみることだよ。だからイメージと全然違うから。みんなイメージで語ってるだけよ。全部が全部。そうですね。全部失敗でも成功でも嫌な思いしても、ガン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 いけな、もはい。う。それが多分いいよ。ありがとうございます。もう。何もやらない方が一番の失敗だから。そうですね。頑張っじて。ゃあ、また、何かご縁があったら食事でも、よろしくお願いします。追加しておきますんで。最後に、光さんは光さんが思ってるより立派なことやってるからね。それだけは忘れないで。あ自りが分のとうごことをざいま蔑す。むのは絶対ダメよ。あなたが思ってるよりあなたは立派なことやってるから。はい、もうちょっと自信になりました。じゃあまた何ありかがあったとう。ら、コメントください。すいません、よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。すいません、おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。光さんでした。ねえ、立派なんね。ちゃんと働いて。生活保護なんか受ける人じゃないよ。はい、お疲れ様でーす。ねえ、友人と話すべきだよね。親友だったわけなんだから。いろんなこと話してくれると思うよ。その友人もさ、多分孤独になってるわけじゃん。地元で干されてるって言ってるわけだから。それがお前のこと羨ましいわって、話聞かせてくんねっつったら喜ぶよ。いい。ファンになるとかもうめんどくせえからいいわ。いい。そういうのいい。自分の都合が悪くなって嫌いな部分見たらやっぱりアンチになるわっていうの目に見えてるから。普通に見てください。ファンになったとか囲いになったとかアンチになったとかもうめんどくさい。普通にやりとりしよう、春吉さん。普通に。人間同士なんだから。相手もありがとね、たくさんみんな。応援はいらない。アイテムをくれ。彼が？いやいや、わかんないけど。そういうのもいいわ。普通に接していきたいわ。普通にやりとりしてこい。僕は何とも思ってない。それでいい。それでいい。そうなんだよね。やっぱ体感することっていうか、本人が直で感じることだよね。想像で話したらよくないよ。なんでも。こいつはこうに違いないとかさ。ヨセミテさん、相手もありがとう。それって大体外れてるから。なんかね、自分の能力をみんな、自分が能力を持ってる人間だと思いがちなんだよ、みんな。おー、つみきちゃん、ありがとう、アイテム。で、自分の力って大したことないし、偏見だらけなんだよね。だから、裏を取りに行ったりとか、触れ合うって大事なことだよね。いつも言ってんだけど、物差しをでかくするっていうか、価値観を広げるのが人生豊かになるよ。はい、こんにちは。チャッパさんいらっしゃい。つみきちゃん、アイテムたくさんありがとう。楽しんでってね。俺の仕事なんかみんなの暇つぶしなんだからさ。暇つぶし代表ですよ。だからみんななんか思ったら、ね、答えを出せるわけじゃないけど、暇だったら電話かけてきて。別にどんなくだらねえのでもいいから。ミスター暇つぶしだから。
パフェ2つありがとう、そうそう。ありがとうございます。いつもありがとう、そうそう。経営者には経営者の苦しみがあるっていうのも知ってもらいたいしね。経営者は本当大変だよ。命がけでやってるからね。それシャンパン入れねえとやってらんねえよな。それ500万のシャンパン入れないとやってらんないよね。稼いだ時ぐらいね。のんちゃんお茶ちょうだい。のんちゃんコーヒー買ってきてくんね。はい。かわいい。タリーズ買ってきて。ごめんね。駒使いみたいに。のんちゃんも何か買っておいで。1本買ってきて。働くって偉いことだと思うけどな。なんで働いてる人が損するような社会なんだろう。おかしいよ、やっぱり。時給、だから、働いてる人は最低でも、25万手取りでないとダメだよ。本当に。社会が、ね、ちょっと、生活保護が13万とか14万もらえるんだったら、25万ぐらいもらえねえと。働いてんのバカバカしくなっちゃうよな。責任は重いよね、経営者の。まあ平も大変だよ。だから結局ね、そう、他人のなんかね、庭は青く見えるんだよ、全部が全部。そう、古来からそうなんだよ。昔から資本主義とか社会ってそうできてるから、どっちを選ぶかなんだよ。で、いい思いしたかったらリスク取るしかねえんだよ。腹くくる覚悟で。もう死んでもいいわ、っつって。今の時間、一番面白いのは和道さんしかいない。ありがとうございます。ようこそ。まあ、ここにいる人はそう思ってくれてる人だよな。180何人はこの中だったら一番和道がマシだわっつって、ありがとう来てくれて。あ、ありがとう。アイテム匿名さんありがとう。それは働いてると考える時間がないから、働いてると考える時間、それもあるよね。働いてると考えられないんだよ。どっちも辛いよ。5年いたら焼却。まあ5年頑張ってれば、俺だったら、俺が会社やってたらね、役職つけるけど。いや、リスク取る。でね、意外とリスクはリスクじゃなかったりするんだよ。さっきも話したけど。俺、会社経営やってた時、本当思ったもん。俺が妄想で怖がってるだけ。例えばね、俺がバイト辞める時も生活保護辞める時もめちゃめちゃ怖かったの。だって、ぬるいわけじゃん。でも俺、配信で稼ぎてえわって。配信で稼ぎてえわ。お前ブロック入れるぞ、どれ。いい加減にしろよ。マナーぐらい守れ。すげえ怖かったんだよ。すげえ怖くて。要は、生活は守られてると。でも俺、配信で食いたいわ。で、俺は生活保護辞めるとき超怖かったんだよ。13万の保証がなくなるから。ありがとう、のんちゃん。で、でも腹くくってよかったんだよね。収入上がったから。で、バイト辞めるときも7万もらってたわけじゃん。で、え？って生活保護も辞めてバイトも辞める。その代わり24時間好きなときに配信ができると。いや、機会費用ってオプチュニティコストって言うんだけど、オプチュニティコストは獲得できるんだよ。どうすっかっつって。やっぱかけてよかったよね。勇気出してよかった。リスク取ってよかったと思ってるよ。今のところはね。今のところは配信1本でやるっていう選択をしてよかったと思ってる、本当に。ただ、あの時勇気できなかったら、俺は一生ね、バイト続けてたろうし、生活保護受けてたろう。でも何も得なかったと思うよ。多分、捨て頃にも出れなかっただろうし。だから俺は、心がざわついた時とか、リスクだなと思った時は飛び込むようにしてるね。失敗してもいいから。リスクには飛び込む。不安には飛び込む。好奇心を上げていくっていうか、鼓舞するっていうか。俺はそういうスタイルでやってるよ。ていうか、タイムラグひどそうだな、なんか。ラグってる？みんな。誰かコメント、あって書いてくんない？あって。あって書いて。
あって書いてみて。どれくらいラグってんだろう。なんかちょっとラグいね。20秒ぐらいラグってる。なんかもしよかったら、和道、ああ、結構ひどいね。30秒ぐらい。あ、違うな。20秒ぐらいあるね。和道さん、ありがとうございます。今の仕事、誇り持ってもう一度頑張ってみます。はい。腹くくって、やれることがあることは幸せなことっすよ。やれることがあるっていうのは幸せなことっすよ。行き場がなくなった時はもう最悪なんで。みんなありがとう。ちょっとラグいね。ちょっとラグいっすね。いや、偉いよね。おじいちゃんのために行ってね、お年寄りのために頑張ろうって。まあ、給料上がるかっつったらそこは保証できねえけどさ、仕事に誇り持ってるのはかっこいいぜ。なんでも。いや、俺がいねえと年寄り困んだよって。それくらいの気持ちでやんないと。自分の仕事には誇り持った方がいいよ。はい、KP。 俺は普通に俺より立派な人だと思ったけどね。やるべきことなんてないよ、ほとんどの人が。でしょ？でも実はやるべきことなんだよね。やるべきことやってるやつはかっこいいよ。俺なんかみんなの暇つぶししかできねえんだから。それでも誇り持ってんだぜ。みんなの暇つぶし、俺がいねえとみんなの暇つぶしできねえだろうぐらいにしか思ってねえよ。そう、でもやるんだよの精神ね。根本圭さん、でもやるんだよ。知ってます？皆さん、根本圭のでもやるんだよ。でもやるんだよ、根本さん。紹介してますね。サブカルのね、根本圭さんっていう人が書いた、本の中の一節でね、でもやるんだよっていうのがあって、サブカル業界ではすごく有名な話なんですよ。でもやるんだよっていう。犬を200匹餌あげてるおじさんがいるんですよ、捨てられた犬を。で、近所からすると大迷惑なんだよね。要はもう野犬状態だから。で、もう近所からするとへんてこおじさんとして扱われてたの。で、その根本圭さんがインタビューに行ったんですよ。そしたら、たらい、でっかいたらいに犬のドッグフードやるんだけど、洗ってるの。その時根本、その犬のおじさんが言うんだよ。なんなの、毎日毎日たらい洗ってもよ、誰も褒めてくんねえよって。周りの奴ら犬飼ってる変なおじさんって俺のこと叩くよって。犬がね、お金持ってきてくれるわけじゃねえよって。なんでこんなことやってるんだろうって思うだろう、お前って。黙ってたの、根本圭さんは。なって。でもやるんだよ。誰もやんねえんだから。つって、たらいを洗ってんだよ。で、犬に餌あげてんだよ。そう。でもやるんだよ、だよ。俺だって思うよ。配信やってて、将来食えなくなるんじゃねえかとか、コメントで書かれるけど、俺が一番思ってんだよ。こんなの一生続くのかな。配信会ってなくなるんじゃねえかなって、みんなより思ってるよ。リスナーさんよりリアルに毎日考えてるよ。でもやるんだよ。自分で決めたんだから。だから、もし光さんがなんかくじけそうになったら思い出してほしいよね。根本圭さん。なんで俺こんな給料安いのにやってんだろう。なんであいつの方が儲かってんだろう。でもやるんだよ、つって。でもやるんだよ。相手もありがとう。やってる意味なんか考えなくていいよ。でもやるんだよ。自分で決めたんだから。自分で決めたことはやる。で、やめることも決める。腹くくること。全部そう。やることやらないことも全部腹くくってやり続ける。何にもなんなくてもやってたらかっこいいよ。大体生きてることに理由なんかそんなにねえんだから。生きてることに理由なんかねえんだよ。いや、全部が暇つぶしなんだから、死ぬまでも。
生活保護なんてやるなって言ってる最中にロハゴさん出てきた時はちょっと笑った。生活保護を受けたくて受けてる人なんてごくわずかだと思うよ。働けるんだったら働きたいでしょ。だからどうせ暇つぶしで退屈な人生だったらさ、はっちゃけた方がいいよ。楽しんだ方がいいよ。腹くくったやつは強い。腹くくったやつは強いっすよ。人生に意味なんかないよ。もう自分で作る。だからよく言うの、インドに自分探ししても自分なんか見つかんねえぞって。世界中のね、北極だのブラジルだの裏側まで行ってもねえよ。多分月の裏側まで行っても自分探してるやつは自分なんて見つけらんないよ。自分は作るもんですよね、本当に。自分探しをしても何の意味もない。いないんだもん、自分なんか。やりたいことは自分で決めるんだよ。本当それ。自分は作るもん。本当それ。花火一発も上がんねえんだよ。2時間いい放送やっても。でもやるんだよ。 花火一発も上がんねえよ、この野郎。2時間こんだけ喋って、ああこの野郎。でもやるんだよ。なめんなよ、ワド。花火なんてクソくらいじゃ。まあ悲しいわ。頼むよ、みんな。 俺の人生みんなに委ねたからね。頼むよ。 頼むよ。綱渡りだからね、本当に。ありがとう、バカ、ありがとう。頼むぜ。委ねてっかんね。ありがとう、月見バーガー、ありがとう。和道の心意気を買って花火をあげません。まあ、でもまあいいっすよ。ありがとう、純也さん、ありがとう。本日一発目ありがとうございます。悪いね、なんか。ありがとう、救われたわ、報われたわ。みんなアイテムありがとう、報われました。はい、喋っていきましょう。汚ねえ小じきだよ、本当に。汚ねえ小じきだよ。花火より高えよ、でも投げる。あ、いいね。パフェ3つありがとう。ありがとうございます。パッ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 。サッカー明日か。明日フットサル5時か。明日フットサル、ドレさんと俺と花火ありがとう。猫さん、ありがとうございます。ありがとうございます。俺でしょ、ドレさんでしょ、深夜っちょ、テル、あと鮫島さん、アキラッパ、クモンリュウなの。なんか配信者が集まってサッカーやるんで、リア突したい人は連絡ください。お願いします。リア突大歓迎なんで。リア突みんな結構リスナーさん 3,40 人集まってフットサル観戦するんで、もし来たい人いたらぜひぜひリア突してください。よろしくお願いします。久々にイベントなんでリア突してくださいね。ステッカーも持ってくんでよろしくお願いします。お団子ありがとうございます。匿名さん、引退宣言の日なんで和道さん落ちてんの。いや、だからだんだん腹立ってきて、なんか俺結構今開き直ってんのよ。もういいやと思ってて、なんかね、その閲覧誰よりも多いわけじゃん。で、なんか売り上げ少ねえの。
バカバカしくなってきて、なんだこいつらとか思って。で、リスナーに八つ当たりしてたんだよ。そう。すげえ腹立ってきて、なんか、殺意が芽生えてきて。お前ら、俺で暇つぶしてるくせに、俺にアイテム投げねえのかよと思って。ゴミだなと思って。でも、今は結構落ち着いてるっつうか、もういいやと思って。金になんなくてもいいや、やろうと思って。今開き直ってますね。なんかもうアイテム投げねえやつはゴミだわと思って、投げるやつ大切にしていこうっていう、数ってもええわと思って、開き直ってますね今は。だから落ちてた、まあ手に入れたいもんなんか手に入らないもんだよ、もう開き直ってやって、いや腹立つだよ、200人見ててアイテムこれかよみたいな、どんだけ貧乏人なんだこいつらと思って、泥棒だよな、泥棒、コンテンツ泥棒だよ本当に。だから今開き直ってる、全然もういいよ、数ってもいいよ、コメントなくてもいいよ、もうついてきてくれる人全力で愛すわ、腹くくったわみたいな、そんな感じかな。たまに定期的に落ちるんだよね。ただで見てて出しゃばってくるやつ見ると殺意湧くもんな本当に。アンチコメントには花火を添えてくれ。メンタル調整っていうか、もうメンタル勝負だから、開き直ったもん勝ちだよな配信者って。本当にそれは思う。もうだってさ、正直言ったらさ、こんな商売、商売でも何でもねえわけよ。もう本当に綱渡りっつうかさ、なんつうんだろう、いつダメになるか分かんねえわけな。だからもう楽しむしかねえわと思って、まあいつも開き直るしか答えねえよな。もう開き直ってますよ本当に。もうこの商売選んだの俺だし、逆にね、普通の働いて一生懸命働いてる人からしたら自由にやってて気楽でいいよなって言われんのよ。気楽じゃねえんだけどなって、毎日プレッシャーすごいし、本当に夢の中で配信の夢見るんだぜ毎晩毎晩うなされてて。でもまあ頑張ってりゃいつか報われるっしょみたいな、もうそこにかけてるね。もう狂ったようにやって、狂ったように配信やって、いつか花開けやいいやみたいな。特命さんありがとう、アイテム。もう開き直りっすね、俺が決めた人生なんだから、俺が責任持って、俺が楽しかったらそれでいいんじゃねみたいな。っていうかね、Gパンが最近いい感じなんだよ。なんかね、このGパンテカり始めたんだよね。なんかその擦れてる部分がテカ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 してんの。いいぜやっぱ3万円のGパンいいぜおい。裏側がねピカピカし始めたんだよね。結構シワがついてきて、1ヶ月に1回洗ってんだけど、やっぱいいもんはいいな。リペアして一生履くわこのGパン。お気に入りのアイテムですね、リーバイス606。髪の毛切ろうかな、そろそろ。髪伸びてきてなんかめんどくせえ、もじゃもじゃで。髪伸ばしてみようかなっていうのもあるんだけどね。伸ばしたこと人生で一回もないから。ロン毛。
もうそろそろドルさん始まんのか。ユニジーパン、ユニクロのジーパンね、実はね、はっきり言う、あのリーバイスよりも今形がいいです。ユニクロのジーパンデザインいいっすよ。履きやすさもいいの。正直デザインいいです、あのリーバイスより。要はデザイナーが優秀になってる。ただ生地がポリウレタンっていうのかな、 10% ゴムが入ってるんですよ。簡単に言うと化学繊維だ。ストレッチ性とか履き心地とかもいいのよ、伸びるから。だけどまあ2年持たない、もう穴だらけ、もうボロボロこうなっちゃう。2年履くと、履き続けると、つまりその一生履く用じゃないのよ。要はもう履き替える専用っていうか。ユニクロのジーパン悪くないですよ、ただもう生地がダメ。要はその穴が開いてきたり繊維がやってるとピンピンピンってね、あの化学繊維が出てきちゃうのよ。ゴムが劣化していくので、そっから穴が開いていって、もう補修して一生履く用のジーパンではないですね。よれてくっつうのかな。だからこっちのジーパンはよれない、もう生地が断然違う。そこから履き心地はゴワゴワしててダメですよ。もうユニクロのジーパン嫌いじゃないよ、ただその付き合っていくことはできないね。もう色とかも剥げ方がすごいでしょ、この真っ黒だったのが。もったいないよな。だから高い、コスパいいですよ、コスパいい。だからちょっと惜しいよね。三男坊いらっしゃい。エドウィンね、俺ちょっとやぼったく感じるんだよね。こうボテッとしてるでしょ。エドウィンちょっと俺苦手なんだよね。エドウィン持ってたこともあるんだけど、まあ悪いジーパンじゃないですよね。うん、でも生地が圧倒的に違う。ゴワゴワでタフ、やぼったいっていうか、その分耐久性が桁違い。そこにね、ちょうど今買ってから4ヶ月目ぐらいだけど、やっと馴染んできたかな。もう最初は硬くて硬くて、4ヶ月目で馴染んできたかな。いいよ、シワがついてきて。で1ヶ月に1回ウォッシュしてるけど、楽しみなんだよね、ちょっと洗う時がね。で干すんだけど、いいですよ、ジーパンいいの一着持ってると楽しいっすよ。男の履物だよ。俺はねエドウィンちょっと子供の頃一着持ってたんだけど合わないね、うん、エドウィンかっこいいけどね。それこそね、子供の頃 CM であのブラッド・ピットが歌ってたよ、ゴーマーリーさんつって、ゴーマーリーさんつってたよね。ゴーマルさんって言えないんだよね。ビーズの、あそうだ、俺ビーズあのさ、あのピエロっていう曲あるじゃん、ゲラウェイゲラウェイ地の果てまでって、俺女の人が歌ってる曲だと思った。あれビーズの曲なんだね。あれ聞いてみたいんだよな、懐かしいよね。でもねちょっとやっぱりリーバイスもうアメリカで生産してないから、工場が全部閉鎖されちゃったのよ。でこれもなんかどっかの外国で生産してるやつなのね。だからその2003年までアメリカの工場があったのか、それを手に入れたいなと思う。エビスはどうなんだろうね。俺はリーバイス好きだね、うん、だからそのちょっと501の2003年のそのアメリカで生産してたやつもパンツも一着欲しいなとは思ってるけど、もう2003年にリーバイスは終わったって言われてるんだ。
そのパンツ、俺はもう同じのずっと履いてるよ。ずーっと履き潰すタイプだね。アスペだから毎日違うもん履けないの。ずーっと同じ服でしょ。ずーっと同じジーパンでしょ。だからもう黒しかないもんね、本当に。アスペだよな。でももう503あと2着欲しいの。全く同じの。もうファッションとか俺いらねえわって。専属デザイナーがつくまで俺はずっとこの黒黒でいく。無印の T シャツ、リーバイスでいいや。どんどん味出てきますね。ちょっと色も薄くなってきたよね、だいぶ。なんかそのめんどくさいんだよな、服をどうするっていうの。ずーっと同じの着てないタイプだから。555のバレンシア工場リーバイスは1着欲しい。うわー、いいね。スティーブ・ジョブズもそんな感じ。なんかスティーブ・ジョブズ意識してんでしょって言われんのよ。あと、Facebook のザッカーバーグか。ザッカーバーグも同じなんだけど、ザッカーバーグとジョブズが同じものを着続けるのって理由が違うの。まず、ザッカーバーグは青い服しか買わないんですよ。店頭に行って青い服。で、ザッカーバーグの理由は簡単なのね。俺には服選んでる時間がないっていう。時間を短縮するためなの。で、どちらかというとね、ビル・ゲイツもそっちのタイプなのよ。要は、やりたいことがあるから、それ以外に時間割きたくないっていうタイプ。で、ザッカーバーグは青い服のコーナーに行って、もう青の服しか買わないの。要は、時間短縮のため。で、ジョブズはね、ちょっと違うんだよね。思想が強い。で、俺はジョブズでも、ザッカーバーグでもない。なんつうんだろう。普通になんか気に入ったものをずーっと履きたいタイプっていうだけ。なんつうんだろうな。だから、それこそ制服とかが好きなタイプの。軍服とかさ、コスチュームっていうか、なんかなんつうんだろう。めんどくさいっていうか、好きなものをずっと着てたいっていうか、そういうタイプ。ジョブズは思想だね。ソニーの工場に見学していって、そこに影響を受けたって言われる。なんかそういう思想的なものは一切ない。俺はもう気に入ったものをずっと着たいっていうだけで、シンプルなものが好きっていう。本当はタートルネック好きなんだけど、俺 T シャツのタートルネックってないじゃん。常に最高着てたいと、それ以上が出たらまた買って着ると。最高着てたいとかじゃないな。好きなものをただ身につけたくて、好きなものがコロコロ変わんないっていうか、浮気をしたくないタイプな。 じゃあ俺が着たら何やっても最高じゃん。何を着るかじゃなくて、誰が着るのかだと思ってるから。最高な俺が着てたら最高でしょっていう。まあ、こだわりが強いんだろうな、普通の人より。単純な話。こだわりが強い。深夜っちょもプロ意識高いよ。
新野町は実は全く違う服一日に何回も着替えるんだよ。でなんでかっつったら配信のためなんだよね。女の子が嬉しいからだよって、俺はマスコットだからいろんなファッション着てる俺見たいでしょっていうプロ意識なの。すごいと思ったよ。オールバックもうデコ広すぎるからオールバック似合わないよ俺。ハゲすぎだもん。人の評価なんかどうでもいいよ。人の評価気にしてたらこんな仕事やってねえよ。他人の評価怖かったらね、潜んでた方が全然楽だもん。叩かれてなんぼでしょ。愛着湧くタイプっすね。靴もね、何年履いたかな？ 22 買った時だから、22歳でしょ？ 10 年履いてるかんね。もうさすがに穴開いたから履いてないけど、リペアして、直したいっすね、革靴。捨てらんねえんだよな。靴欲しいな、新しいの。スニーカーあんまり好きじゃねえわ。ライダースはね、俺、ライダースはね、ちょっと、ダメだったな。悪い買い物だな。もう、まあ、いただいたものだから、あんまりディスれないけど。これはね、あんまり良くない。やっぱね、10万ぐらいする、10万、20万するようなライダースじゃないとね、革がダメだね。職人さんの腕が全然違うから。革ジャンは多分買い替えるね。赤のスニーカーはコンバース。これはね、ちょっと一生着れるかっつったら着れねえな。一生ものではない。まあ、そのファッション的には気に入ってんだけど、めちゃめちゃかっこいいでしょ。冬場はこれだけど、まあ一生着れるかな、どうだろう。これだってあれだもん、ゴシャブ事件の時に着てたから、これ着るとみんなゴシャブ思い出すって言うんだよね。でも似合うでしょ。これ着こなせんの多分世界で俺だけだと思ってるよ。ルイスレザー。革ジャン買えるかもしんない。赤い革ジャンは買おうと思ってるけど。かっこいいでしょ？似合うでしょ？ごしゃぶ思い出すでしょ。まあこれ着こなせんのは俺ぐらいだろうな。夏でしょ。あ、多分これからずっと羽織ることになると思うよ。上着持ってないから。あ、パルパルぶん殴った時もこれか。 ああ、だいぶ染み込んできたよね、タバコケースもね。いい味になってきたよね。そう、赤と白と黒しか身につけないから、俺、もともと。テーマカラーがあんの、自分の中で。だから、パンツも赤じゃん。赤、黒、白以外ほとんどないよ。もう全部捨てたもん。まだ何着かあるかな。赤、黒、白。まあこれ着こなすの難しいでしょう。財布買おうかなと思ってんだよね、今。赤、黒、白は結構定番じゃないかな。好きな色、そう、3つしかないんだよね。赤、黒、白が好きっすね。特に一番好きなのは黒。黒、赤、白だね。
白は引き立て役だね。これ普通に上着止めてもかっこいいかな。あ、太ったから入らねえかもすんね。入るか。パツパツだね。このライダースはね、あのパンクショップで買ったんだけど、やっぱその革製品を作ってるメーカーじゃないから、あのやっぱほつれとかが結構出ちゃうんだよね。革の生地もあんまり良くないから、うん、メイドインパキスタンだからね。パキスタンってなんだよな。まあまあ別にそんなにいい買い物だったとは思わないけど、まあまあデザインは好きっすね。気に入ってますね。ブリティッシュパンクのファッションセンスなのかな。ああ、わかんねえわ、その辺は。ジムズインで買ったけど。まあ、目立つような。うん、でも似合ってるでしょ。似合ってるでしょ。そんな悪くないでしょ。このライダースもう3年ぐらいかな。3年ぐらいかな。おい、ルシさん、アイテムありがとう。いらっしゃい。3年ぐらい来てるよ。悪くないよね。俺っぽいでしょ。髪の量と合ってる。アイテムありがとう。でもまあシンプルが一番かっこいいよな。シンプルが一番かっこいい。
サボハニだ。サボハニさん、こんばんは。ドラクエやろうかな。ドラクエやる？ドラクエ5やるか。全然やってないよね。ドラクエやろうかな。いや、スーパーメトロイドめちゃめちゃやりたいんだけどな。ドラクエどこまで進んだっけ？ヘンリーが拉致られたところか。ドラクエ配信どうすか皆さん。ドラゴンクエスト OK ですか。ドラクエやるわ。じゃあ皆さん一旦お疲れ様でーす。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。